はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、どこに行ってるかというと、三重県は四日市市なんですけどね、富田です。ね、ここに書いてあります。近鉄富田駅前第2っていうね、まあ、とりあえず、ね、駐車場ね、ここ安いんですよ。24時間最大でね、400円なんでね、安いからここにしようと思ったんですけど、なんとね、ここね、8月18日で閉まってしまうということでね、残念。ここね、こっそり重宝してたんですけどね、いやー、残念です。ということで、今日はね、まあ、ここから駅前までこう歩きながら、企画説明をね、していこうと思いますけど、まあ、企画というか、続きですよね。前回ね、うどんの駅と、もう一つ、何駅でしたっけ、かな駅でしたっけ、なんですが、鴨駅だ。ね、おーおーおお、ね、行きましたよね。そう。で、三重県の東西南北のね、端っこの駅、完全制覇の旅って言ってね、始めた、まあ、結局1日目、うどんのとかね、あっちの熊野の方でね、あまりにもブラブラしすぎて、時間タイムオーバーになってしまったんで、まあ、改めてちょっと、まあ、今日もう静けたって8月15日土曜日なんですけどね、今日じゃあ、北側の方を攻めようじゃないかということで、こう来とるわけですね。で、一番北の駅っていうのが、この、近鉄富田駅からね、一発で出ているですね、三岐鉄道のね、三岐線ということでね、そこから乗っていくと、ね、西藤原駅の終着、ここが一番、北の駅ということなんで、そこに向かっていこうってことなんですけど、どう、今日はね、ちょっとあんま一筋縄ではいかないような感じかなという感じでやっていこうと思います。あら、こんなところにポストが。うん、こんなのとかあるんですね。ウォッシュさんってなっとるから、魚屋さんかと思ったら牛乳屋さんなんだ。こっちの方に来ると600円なんでね、まあ安いですけどね、駅前すぐで600円ってのは安いんですけど、まあでもね、200円安いじゃないですか、これぐらいの距離で200円やったらね、全然ありかなと思ったんだけど、なかなか需要なかったのかなということですね。さあ、で、そう、西藤原に行くんですけどね、まあね、まあ、正直言って、めちゃくちゃ暑いんでね、行って帰ってくるだけでもいい気もしてるのはしてるんですけど、一応もう一企画どうかなということで、何を隠そうね、うちでね、何かこういったね、地方鉄道乗ると言ったら、やはりね、ターミナルやらないとね、いけないんじゃないかということで、まあ、ちょうどね、西藤原駅がターミナルですから、末端駅ね、うん。っていうことなんで、ついでに、三岐鉄道のターミナル完全制覇の旅もやってしまうというわけですね。ただね、これね、三岐鉄道はね、ちょっと厄介なんです。ターミナルの企画という意味ではね、ちょっと厄介な点がありまして、それはね、駅に着いたらまたね、説明しようと思いますけどね。まあね、地元の方ならもうわかると思いますけど、今回ね、つまり歩くことがね、かなりね、歩かないといけなくなるんですよね。この企画をやろうとするには。全く歩かずにできんこともないんですけど、まあ、かなり時間がかかってしまうんですよね。すごい、それあたりはちょっと、駅にね、マップがあったら、そのマップ見た方がね、早いと思いますんでね、それでやろうと思います。ちなみにね、ここまで歩くと、ほら、もう1000円ですよ。ねえ、あ、こっちか。1000円です。1000円だとちょっと高いなってなるじゃないですか。ここも、そういえば、なくなっちゃったんですね。ここ前、1号館、ね、あったんですよね。ラッキーマートって名前とかで、確か終盤の方をやっとったと思いますが、一応ちょっと、うっすらと、ラッキーマートの頃の、名残の跡みたいなのが見えますけどね。そう。ね、意外と私、小さいスーパー好きなんですよね。ね、大きいスーパーの方がやっぱお客さん入るからあれなんでしょうけど、ちっちゃいスーパーで結局、ポロッと買って回るのにいいじゃないですか。で、しかも結局同じチェーン店やったら、同じ安い値段で売ってるじゃないですか。どっちでね、500ml のペットボトル買ったって78円なんですか。じゃあ、ちっちゃいところでちょろっと買ったらね、いいじゃないかと。まあ、品揃えがね、やっぱり大きい方があるよって言っても、結局アクエリウス買うんやったら一緒じゃないですかって思うわけなんです。わ、火の鳥が走ってた。おぉ。すげえ。ちなみにこのね、近鉄の富田駅前、実はね、
撮影スポットとして有名でもあるんですよね。いわゆる撮り鉄というのかな。撮影をされる方は、このね、富田駅の先のところに急カーブがありましてね、近鉄は。そこのところが皆さんね、どの、ね、ですか、さっきのような火の鳥でも、今あんま早く走ってかんかったでしょ。減速して35キロやったかね、40キロで、走る制限速度のかかる急カーブがありまして、そこのところがね、こう、ぎゅーっとカーブを曲がりながらね、ゆっくりと、列車が走っていくんで、非常に近鉄の電車の撮影スポットとして、いいですよ、ということなんですって。実際こんなだけですから、と。撮影スポットとしてね。結構インターネットとか写真を見とっても出てきますよ。なんて話をしとったら、ここが近鉄の富田駅ってことですね。なんか近鉄じゃないかと思うけど、まあ三岐鉄道と近鉄がね、一緒の駅の中に入ってますんで、ここに書いてあるそうですね。ここが近鉄の富田駅ってことですね。なんか近鉄じゃないかと思うけど、まあ三岐鉄道と近鉄がね、一緒の駅の中に入ってますんで、ここに書いてあるそうですね。1番線、2番線がね、こう、近鉄が使っとって、3番線があって、2面3線になってるんですよね。ここが三岐鉄道の三岐線となってるというわけなんですね。こんな構造なんですね。こんなところにこんなのあるんですね。下り列車が来るかどうかって分かるんですね。下りってことは、大阪方面か。伊勢中川方面の列車が来るみたいですけどね。ちなみにここ桑名まで260円。はいはいはい。で、名鉄の連絡表が載っとるけど、ここに書いてありますね。三岐鉄道の切符は改札口にて販売ということで、1日フリー乗車券は西口で販売ってなってますね。じゃあ西口の方に回らないといけないということですね。さあ、今回はね、このね、1日フリー乗車券とかってね、一気にターミナルの駅をね、ぐるぐるっと回ろうというわけですからね。さあ、ちなみにこんな感じですね。いや、だいたい1時間2本と。1時間に2本もないのかな。ね、40分に1本ぐらいか。ちょっとまあかなり変則は変則なんですけどね。一応1時間に2本ぐらいあるかなという。その代わりは西フリーまで行くのはまた少なくなる。ちょっといろいろと変則的です。こんな感じに三岐鉄道三岐線なんですけど、地図がないな。西口の方にもあるかな。さあ、ちなみに駅前ね、桃太郎とかね、基本的なね、四日市のご当地なものはありますからね。おしゃれ泥棒とかね、四日市は有名な、美容室ですけど、全然グルメとは関係なかった。よし、ちなみにこんな感じですね。近鉄の富田駅があって、JR がこっちという感じで、ちょっと離れたところで、で直接で歩いていくにはね、ちょっとぐるっと回らないといけないとかね、あるんですけど、まあ、こういうような行動ですということですね。いや、それにしたって暑い。もうね、10時の時点で37度ってなってましたね、気温計が。いやいやいや、正直言ってそれがあったんでね、どうかなと思ったんですけど、やめ、こんな感じで、これ、こっち2つがね、近鉄の線路で、これが三岐鉄道ということですね。まだ電車も来てないですから、余裕ですね。三岐鉄道はちなみに期間がね、標準期じゃなくて、狭期なんですよね。で、奥に標準期が、の近鉄が走ってるというね、まあ、面白いことです。こんなところ、連絡通路もあったんですね。使ったことね。あとで一回使おうかな。どうせまた来ますんでね。とりあえず。で、こっち側が三岐鉄道の富田駅の駅舎が西口になってますということですね。で、その隣が、にあるね、こんなね、便利なところにある高校、何かといったら四日市高校というわけですね。が、旧富田中学校なんてね、よく言い方もありますけど。いわゆる、四日市はもとにね、三重県内屈指の進学校ですね。めちゃくちゃ頭のいい学校ってことでね。だからすごく綺麗で。
で、いくらだったっけな、ここに書いてあるかな、学生定期とかが書いてあるけど、ありがとうございます、どこにも料金が書いてないな、はい、いくらやったっけな、あら、とりあえずね、買ってきましょうね、近畿乗車券、これ買えるのかな、この丸ボタンは買えるみたい、あ、すいません、三義鉄道の一日乗車券欲しいんですけど、はい、今サンプラリーやってるんで、ほう、こちら参加されます、あ、じゃあぜひやってきます、うん、ってことは最近通ってます、あ、で、あ、ここで、はい、黒いダイヤさん、黒いダイヤさん、黒いダイヤさん、黒いダイヤ、あ、そこで、はい、このスタンプラリーやっとったのに知らんかった、これちょっと早めに開けとこうかな、せっかくやったね、で、へえ、こういうような感じになっとって、で、トミダイルはトミダイルです、お、落ちた落ちた、こんな感じで、よいしょ、あ、ありがとうございました、はい、どうぞ、はい、あ、こっちになんかいろいろ飾ってありますね、さてと、さすがですね、何も知らずに来てますからね、ここでね、1日の旅行ライブして1200円ですね、安いですね、へえ、でね、8月15日に乗ってきたんですけど、なんかね、今ね、8月1日からはね、9月の30日までね、スタンプラリーのキャンペーンやってるらしくてね、富田駅、入川駅、藤原駅、で、北西線の西桑名、東院、揚げ木と、すべてね、押していくと、なんかね、鉄カードっていうね、なんかね、かなんか記念グッズがもらえるらしいですよ。へぇ、知らんかった。ちょうどよかったですね。でこんな風にいろんな下敷きとかね、あのような貨物アトリアが今あるってね、まあ、これはまたこれでね、おいおい説明をね、していこうと思いますけどね。お手洗いとかも綺麗ですね。で、一回下にくぐって、よいしょ。日当たり割に意外と暑くないですね、ここ。風通しがいいのかな、やっぱ最近の作りですからね。降りたら僕ね、東京名古屋方面4日間割りも行けますけど、これでね、三里鉄道に乗れますよと、ちょうど名古屋急行来ましたね、あ、これ乗ったらすんなりと30分ぐらいで名古屋まで行きますからね、ここから便利ですよ、こんな感じで前2両が4飛び出したりね、後ろは3飛び出した。これ、普通に当たるとね、当たりなんですよ。座席はね、めちゃくちゃ快適なんですよ。こいつ急行なのに。もう座れたら超天国ですからね。あと、こいつだったらね、大阪までね、座っていけるんだったらね、いけるぞっていう気もするぐらいですからね。さあ、ってことで、ホームにやってきました。あ、そこに案内があるね。よいしょ。12時前ですけどね。次12時7分。あ、まだ10分、10分ぐらいか。いいですね。10分あったら、やったらちょうど説明するのに。こんな感じでね、IC カードについて、三義鉄道。まあ、こんな感じで案内が出るようになってたんですね。いつの間にか。IC カードは使えます。そうなんですね、まあローカル鉄道よろしくしてないんで、近鉄線 IC カードでご乗車の方は一旦改札を出て、三義切符をお求めの上ご乗車くださいと、いうことですね、定期券の利用の方が多いんで、あまりね、そんなに問題ないことないですけど、やはりね、IC カードピッてきたらね、まあなかなかね、そう、この辺りが厄介なことになると
ということですね。まあこれちょっと古い駅名所なんかもありますけど、いやー暑いな、よいしょ、こっち反対側がね近鉄道になってますよという感じですね。駅名所は近鉄の感じ使ってますよね。よいしょ。お待たせいたしました。まもなく3番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へ下がってお待ちください。まもなく3番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へ下がってお待ちください。ちょっといい感じで電車来ますね。旧西武鉄道の電車でしたっけ、こいつかなりね、本物のやつなんですけどね。よいしょ、やってきます。三岐鉄道の東御田駅の特徴として面白いのが、この駅名が近鉄東御田。え？そう。この肝心のところを取り逃した気がしますけど、後でも取れそうですね。びっくりした。いや、今ちゃんと取れてたかな。取れてなかったらまたどっかで取ろうと思いますけど、これ、あ、反対側もやるかな。反対側は自動で変わるのかな。今ね、サボっていうのかな、サボじゃないか、行き先表示幕ね、いや見とったらどうやるのかと思ったら、なんかこっち近鉄東御田になってますよね。すごい物理的に変えるんですね。ローカル感満載じゃないですか。ということでね、よいしょ、あ、よかった。なんか時代を感じますよね。大丈夫なんてね、あれですけど、いやよかった、今クーラーついてたんですね。比例棒のね電車もね、昔はよく走っとったんで、比例棒のイメージが強かったんですけど、よかったよかった。西藤原まで本当は突っ込んでいく予定だったんだけど、せっかくなんで乳川で降りましょうか。乳川は乳川ちょっと面白いところですからね。よし、それじゃあ乳川まで行きましょう。はい、
電車でしたね。ニュー川駅ってことでですね、これでね、ニュー川って読むんですよ。ね、三重県のいなべ市のね、北西町かな、あれ、大安町かな、北西町かな、ちょっと、しまった、ピンとこないけど、西藤原駅を見送って、ひとまずこの駅でね、降りようと思います。この駅はね、そうだ、この駅はね、貨物鉄道博物館というね、面白いやつがあるんですよね。せっかくなんで、まあもう大向き閉めてますけどね、これなんですけどね、ちょっと見ていきましょうか。で、三岐鉄道って面白いですね。基本的に無人駅がないんですね。駅員さんがどこもいるみたいで、この駅もね、有人駅みたいで、あ、駅員さんいるわ。へー。これね、さあ、で、ニュー川駅で、ひとまずちょっと三岐鉄道の概要みたいなのをね、ちらりとやろうかなと思いますけどさ、まずは、こんな感じでね、全部有人駅で。あ、こんにちは。お願いします。あとなんかスタンプラッキーネットをしたいんですけど。はい、どうぞ。あ、はい、いやー、でも暑いですね。いいですね。よいしょ。そういや、ニュー川は、はい、あれ、北西町でしたっけ、大安町でしたっけ。大安町。あ、で、ここはどこだ、はい、よっしゃ。おー、押せてました。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。ありがとうございます。え、ありがとうございます。ここにどっかいないかな。他にうまいこと書いてあるのがあったらいいんやけど、ないな。さあ、ということでね、順調にスタンプラリーも進んでますけどね、私ね、致命的なこと一つ忘れてましたね。ターミナルの曲やるっていうのに、私、三岐鉄道でターミナルしてないですよね。ターミナルでいつもね、やって損ねてましたよね。あ、ちょうど電車来たわって乗っちゃってましたよね。何を怠慢やってるんでしょうね。まあ、どうせまたね、行くんでいいんですけど、うん。ね、何やってんだお前はってね、本来の目的を完全に忘れてるだろうっていうね、ことなんですけど、やってきました、ニュー川駅で、ニュー川の説明をする前に、簡単にね、この回ね、西藤原にね、行きましょうっていうね、企画と、まあ、ターミナルの企画を一緒に並行してやってるわけですけど、ターミナルをやる、三岐鉄道のターミナルをやるときに、ちょっとね、ネックになるのが、この三岐鉄道のね、独特な線形なんですよ。地図をね、多分この辺りにちょっと探して出してきますけどね、見ての通りですね、三岐鉄道っていうのは二つの線でできております。三岐鉄道三岐線っていうものと、三岐鉄道北西線という、二つの線で、三岐鉄道っていうのができてるんですね。なんですけど、普通ね、大体こういうふうにね、地方鉄道とか、地方鉄道じゃなくてもですよ。ね、違う線とね、違う線がある場合には、基本的には乗り入れをしてるじゃないですか。
乗り湯してない例って、ああ、まあ、そうか、名鉄の、瀬戸線ね、名鉄瀬戸線なんかは確かに完全に独立しておってね、とかっていうような例はあるんですけど、ここもね、そんなような感じでね、実は、この三岐鉄道三岐線と、三岐鉄道北西線っていうのは、交わらないんですよね。ですので、どっかでね、歩いて移動しないといけないんです。もしくはね、もう一回近鉄富田まで行って、近鉄富田から今度、近鉄でね、桑名駅まで行って、桑名駅から西桑名駅に乗り換えというようなね、感じでやるしかないということでね、結構ね、厄介っちゃ厄介なんですよね。で、ここは駐車場なのかな？駐車場は、利用客以外の駐車修理をお断りしますってなってるんで、これ、逆に言うと、利用客の人は普通に止めて、使っていいのかな？三岐鉄道はね、あそこはそうなってるって聞いてたのにですよ。東院駅はそういうようなパーク&ライドで、無料駐車場があって、そこで止めてっていうのがあるで、それも利用検討してたんですけどね、今日。まあちょっとあっちまで回るのもあれかなということでね、ちょっと別で酔いたいところもあったんで、富田から今日は乗ってますけど、三岐鉄道っていうのはこういった線形なんで、ターミナル取ろうと思ったら、それぞれ別々なんですよね。切符はね、この1日乗り放題パスで、どっちの路線も使えるんで、使えるのは使えるんですけど、そうするので、どうするかっていうと、これね、一回ね、歩かないといけないんですね。ですんでね、本当はね、ちょっと暑さも暑いんでね、どうかなと思ったんですけど、いや、こっちまで来たらちょっと涼しいな。やっぱ標高がだいぶ高いですからね。っていうことで、あれかなと思いますけど。で、ここのね、入川駅はね、ちょっと面白いのがこれですよね。このね、貨物、そっちには書いてありますね。貨物鉄道博物館っていうね、なんかね、鉄道博物館の中でもまあまあマイナーというか、マイナーって言ったら失礼ですかね。っていうのがあります。まあ、来る途中にもね、いろいろとありましたし、あれですけど、ね、結構プロプロの、ね、倉庫代わりに使ってるようなね、貨車とかね、残ってましたけどね、ほぼ駅だったかな、あれは。ですけどね、ここはね、面白くてね、こういった博物館を借りておるということでね。うん。ちなみにね、ここはね、大安町らしいです。北西町、もうすぐ北西町なんですけどね。そうそうか。乳川までは大安町で、どっちも稲城市なんですけどね、この先って何や、カイトか。カイトとかに入ると北西町ですよね、旧北西町。全部あざめで言うんでね、なかなか厄介なんですけどね。で、これに書いてありません。次回開館日は9月6日ってことでね、それまでにはちょっと一回アップロードしたいなとも思いますけど、貨物鉄道博物館というふうになってね、非常にこの中がね、その開館日だと取れるらしいです。あ、こんにちは。てか入っていいのかな。こんな風に蒸気機関車、この辺のジェラコイの使ってたんですよね。で、こっちには結構昔ながらの貨車が残ってるんですね。これすごいな。仮設線香、形式等1個15型。これは谷組指線。何時間してたかと、名鉄の方か。秋田 HK 東武線専用車ってなってますね。秋田線ってことは、秋田の貨物線のことかな。あっちの方にあったんですよね。その流れで今も郵便局がね、あそこに、アスタジング前局っていうね、幹事局になったようなね、局があって、そこがハブ局になっとったりするんですけどね。これは、なんて読むんでしょうね。荷重だから重さですから、トンか。10トンかな。で、高さが 2.1 メートル。これはメートルですよ。2.1 メートル。自重が 5.80 トンってことか。面白いですね。と、246。木製貨車なんやね。木ですよね、これ。へぇー。漆喰が塗ってあるんだ。あ、
二軸貨車か。非常に珍しい構造なんですよね、多分。うん。あまり詳しくないんでね。ここに書いてありますね。元愛知電気鉄道。あ、やっぱそうですね。名鉄の前身のマークなんですね。これ愛知電気鉄道のマークってことね。第一次世界大戦後、常滑線製の貨物輸送所、常滑焼きですね。の需要とかですよね。需要としたため製作した、有害者ですね。大正末期に10トン。無害者に改造されました。もともとは有害ってことやで、あの上に屋根があったんですね。が屋根のね、こういう形に改造されましたよ。本社にはブレーキシリンダーがなく、白い十字の表記はそれを表しています。ブレーキシリンダーがなく白い十字の表記、これのこと？ほう、ブレーキシリンダーがない、電動ブレーキじゃないってこと？そんなチラシがあったんですよね。ちょっとまた詳しい人に聞きたいな。っていうか、詳しい人に見に来てほしいな。ぜひ。これは裏かな？なんでしょう。見たことな。これは裏じゃない。カバハラか。カバハラかな。こっちの人間。鉄道じゃないね。和11から11号。うん。新潟県を走っていた、カバハラ鉄道かな？ 10 トン積み有害者。昭和に入ってから有害者の側面は交番張りが一般的になりました。本社は木張りですと。中小ローカル施設の貨車も、沿線の産物や生活物資を積み、国鉄線に乗り入れ活躍しましたってことなんで、やっぱり昔は物流の主役は鉄道やったよっていう時代のあれなんですね。こんな感じで、カバハラ鉄道で、確かに横ね、ちょっとだいぶプロになってますけど、木造で、有害ってのはこういうことですね。上に屋根がありますよっていうことですよね。そういうことなんですね。で、もう、今はね、あんまり聞くことなくなりましたけど、ね、秩父鉄道なんかに残ってるのかな、関東だと。ね、あの、地方鉄道からそのままね、あの、JR の貨物線使ってね、あの、貨物輸送が行われてるのか、最近のね、ほとんどそういうのなくなりましたけど、昔はこういうのが盛んでしたよということで、こういった感じでね、この新潟でもそういうのをやってたんですね。で、こいつは、性能か。これはどこなんでしょうね。製造が1934年。ああ、確かに、交番になってますね。いいかな。うん、交番ですね。で、最大寸法と書かれてますね。国鉄、ちょっとすみません。日差しの金屋で読みにくい。国鉄発の構成有害緩急車。で、二人乗務用の広い車掌室が特徴ですと。2トン積みの小さな貨物室は他の貨物との混載に不向きな、鮮魚や貴重品など小口貨物用だったんですね。鮮魚なんかも運んでたんですね、こういうので。1977年からは岐阜県の西濃鉄道に移籍し、推進運転に用いられました。推進運転ってのは、ちょうどあれだな、最近どっかの動画で、スーツさんだったかの動画でね、上がってましたよね。上野駅の推進、ね、輸送ってのが出てましたけど、要は、後ろ向き、後ろに貨車をつないで、貨車が後ろからグイッと押すような形ですよね。貨車ではない。貨車が前に、先頭の方について、後ろに、機関車がついてね、こう、グイグイ、ちょうどこからこうやって押してくれるような感じですね。今これは蒸気機関車ですけど、グイーッと押して進んでいくような、いわゆるバックで全力バックするような、運転の仕方なんですけど、そのためにここにね、ブレーキとかがついとって、こっちの方からね、見て、やることが、言って指示出してね、いわ、ここが運転席の代わりになって、非常ブレーキ弁なんかもありますもんね。これはそれ用ってことなんですね。で、こっち向きにシューと、こういうふうにね、こう運んでいくことができますよっていう運転やってたってことなんですね。で、確かに、荷重が2トンってなってるので小さいですよね。ですんで、まあ中に乗務室とかがあって、まあ貨物室が小さい分、そういった小口の荷物とか貴重品とか入れたりして運んでおったってことなんですね。いろんなね、需要があったんですね。
戦前の話ですからね、ここの位置なんかも全然違いますよね、今と。へえ。で、これはなんだ、炉、敷、台車か。敷160型ってなってますけど、すごい。これは説明が書いてないですけど、京葉市原駅常備。ちょうどこの前市原行ってきたところですからね。へえ。これあれか、超大型荷物とかを運ぶようになったかな。多分これが全部、これで1両というか、まあ実際にはそちらに台車何個もつなげてますけど、ね、これでワンセットで運転してたってことなんでしょうね。日車ですね。東京の日本車両となってますけど、昭和30年。1955年。ってことは、50年、65年もの。おなんか書いてありますね。荷下ろし時には、ンドスコッチを使用し、ブレーキを緩める。こいつを使ってブレーキを緩めるってことは、荷下ろし時には。あ、緩めるじゃない、締めるか。これで締めるかな。あれ後でカンニングしよう。へぇー。ホッサ。これは何用なんでしょうね。登ること、あ、天井に登ることは危険ですが、そうですね。これは危ないですからね。はいはい。これあれですね。昔の三岐鉄道バスのバス停表ですね。昔あったな、よく見かけたな、この形の三岐バスのバス停。で、これはまあ繋がってないんですね。ここでこう切れておってたことなんですけど。で、向こう側はまだ説明してなかったですよね。今素通りしてきてしまいましたんで。よし。ちなみに蒸気機関車のやつもね、書いてありますね。三岐鉄道の、製造が1898年、明治31年、製造所がシャープ・スチュアートと書いてあるんですけど、すみません、わかりません。多分ね、私たちの知ってるシャープとは全然別物なんでしょうね。で、日本鉄道が発注したイギリス製ですね、蒸気機関車で、1906年に国有化され、1922年には東武鉄道 B4 型39号となって、貨物列車牽引に使用しました。東武が使ってた。日本鉄道ね、日鉄、はい。からそこからね、国鉄になってということですね。へえ。日本鉄道は、あっちでしたっけ？だいたい東京からなんか関東、東北の方の方を主にやってたんでしたっけ？ね。今の東北本線とかは確かそうだったかな？っていうことですよね。で、1920年、間違ってたらすいません。誰か訂正しておいてください。で、貨物列車に建設約しました。1966年に引退してから、もう、引退してから50年以上経ってますよね。で、東京都の昭和鉄道高校で大切に保存されてきましたということで、ね、それがね、ここにやってきましたよということで、すごい。1906年ってことは、1898年ってことは、122歳。ね。人間だったらね、ギネス記録に載りそうですね、高齢、長寿のやつでね。すごいな。そんだけ歴史ありゃ、それはね、この辺りとかも逆によく残ってたなというね、この辺りでもとかね、何使ったんでしょうね。ねえ、間違ってもペットボトルの飲みをここに入れといて、ちょっとね、喉が渇いたら飲むっていうような感じではなかったんでしょうね。なんでしょう。なんかいろいろとね、大事なものとかここに入れといたんでしょうけど。ね、これ開館してる時だったらね、もっと高い位置からいろいろと見れると思うんでね、面白いと思いますよ。ここが石炭庫？石炭庫で、石炭を、そこから石炭を
くべてくんですよね、多分。へえ、すごいな。鉄道ってすごいですね、そう考えると。122年経っても超えてね、いるわけですからね、すごいな。ね、こっちはもうちょっと新しい貨車になってきますよね。高台も、何ですかね、それなんかいろいろ業務荷物の運搬用ですかね。に、これは手は、1型。どこのやつ、どこのマークでしょう、これ。見たことないな。想像がつかないですね。言われたら来たら、ああ、そういう、あれなんやね、とかってなるんでしょうけどね。F? やーが、1、2、3、4。やーが4つありますよね。やー。に、む?むっぽく見えますけどね。むしや。なんだろう、想像つかない。これは、トミチューしか書いてありますけど。DB101。あ、これは説明が書いてありますね。静岡県の東海道本線用走駅ごめんなさい。から分岐していた、巴川製糸場の工場引き込み線で、原材料や製品を乗せた貨車の入れ替えに活躍したディーゼル機関車なんですって、1957年製なんですね。すごいな、これもすごいな。製造所、共産産業ってわかりませんもんね。その後、名古屋市内で保存されて、2004年に当館に寄贈されました。で、この辺りは日本アルコール販売。新崎、また変わったマークのやつがありますけど、アルコール専用、アルコールなんかも運んでたんですね。本件、おお、すごい。これ1939年製ということで、新潟鉄工所ね、はい。で、本家しか現存する唯一の戦前製タンク車、すごいですね。1939年15トン積み二硫化炭素専用タム200型202は徹底製造されましたが、落成後わずか2年で、10トン積みアルコール専用車に改造された。2年で時代が違いますから、1939年ですからね。で、1995年まですごいですね。平成7年まで活躍してたんですね。そんなすごい。アルコール用だから、これのちょっと特殊な形になるんでしょうかね。さあ。あれ?先に西藤原行きが来ちゃった。そんなはずじゃない。そんなはずじゃないのに、西藤原行きが来てしまったな。これは失敗です。で、他には、酒田港駅、酒田港駅かな、酒田港駅かな、東北闘争科学さんね、塩酸専用、すごいですね。すごいの進みますね、タム。タム5000型、6T635。で、製造年が1968年ってことで、まあ比較的新しい。まあ、つっても、もう40年ものですけどね。40年ものじゃないか。40年ものでは聞かないな。50年ものか。はい。ね、富士重工業さんが作ったんですね。富士重工ってあれですよね。スバルのあれですよね。本家製機は1938年から1968年にかけて368両が製造された15トン積み塩酸及びアミノ酸専用タンク車だったんですね。へえ。積み荷の塩酸は腐食性が強いためにタンク車としては初めて内面にゴムライニングが施されましたということで、まあさすがに中なんでこっからじゃ分かりませんけどね。それは塩酸ですからね、鉄溶かしちゃいますからね。なるほど、そういうような特殊な構造がされてるんですよってことなんですね。あ、走ってきましたね。
走ってた。まあ、もうちょっとゆっくりしましょうか。あれやったら遠いまで一発乗ろうかな。どうせ乗り放題ですからね。で、最後にこれはタム8000型8000号ってことですね。製造年1962年で帰着軽装。これはね、そうね、この MGC のマークとかね、嫌というほどね、嫌というほどじゃないでしょう。嫌には思ってませんよ。よく見かけるマークで、ね、何を隠そうね。この辺り配達やってたんでね、私。はい、これね、もうね、私たちなら おなじみ、南四日市駅の常備のね、三菱ガス価格さんね、のところのやつですね。アタム8000ってなってますね。タム8000型なんですね。アルミでできとるからって書いてあるのかな。純アルミ、連結注意。15トン積み重ねですよ。で、純アルミ製のタンク車は、鉄より高価で強度が劣りますが、過酸化水素が分解するのを抑制します。本車は2003年に廃車されましたが、晩年は関西鉄道、南四日市駅を拠点に活躍しましたということで、これはね、非常に見覚えがあるやつですよね。うん。アルミ車はね、確かに最近この色のやつ見ないなと思ったら、もうアルミでもないのかな。いや、でもなんか 見た気がするぞ。なんかちょっと形が違いますけどね。MGC さんのやつはよく走ってますもんね。四日市駅ね、南四日市駅じゃなくても、四日市駅の貨物のところにずらーっていろいろと並んでる中にね、ね、よく、磨きますよね。っていうようなね、なかなか見応えね、もうこんだけのところですから、まあね、一つ一ついろいろと見応えがある。まあこのね、真ん中にあるね、石油輸送のやつとかはね、これはね、よく見かける。これも同じく、四日市のもよく見かけるやつですよね。1931年から30年間臨時単車で最大の620が製造された、タム500型ってね。1958年製という、これはもう、言うて60年近く経ってるんですね。30年間で作れましたと、15トン積みガソリン専用タンク車ってね、現在の石油機械、専用タンク車は、荷重40トンを超えるボギー車が主流ですが、かつては本社のような小型車が、小単位輸送に重宝されました。ってことは、言われてみたらちっちゃいか。今、よく見かけるやつは40トンと、これは15トンなんですね。じゃあ、だいぶちっちゃいんですね。この距離から見ること、見たことあるんですけど、私、実は、JR の貨物駅の方にもね、配達やで寄ったことがあるんで、結構間近で見たこともあるんですけど、あら、そっか、二軸はですもんね。うん、言われてみたら、おって言っとったら、ああ、さっきの電車が折り返してきましたね。ああ、子供が乗ってますね。タモハ103系。さてと、まあ、この辺りはね、売店とかもないはずなんで、飲み物は自販機で買っておいた方が賢明でしょう。いや、さすがに暑いですよ、うん。これちょっと水分取らないと危ないですからね。はい。よし。暑い。いや、さすがに飲み物飲まないとやばいですよ。ちょっと昔ながらのベンチに腰掛けて、他にもなんかいろいろ説明したいことがいっぱいあるんですけどね。例えばね、面白いのが、富田方面じゃないんですよね。近鉄富田方面って書くんですよね。で、駅名も富田駅は近鉄富田駅っていう表記になるんですよね。これ、非常に珍しいと思うんですよ、私は。珍しいんじゃないかな。そうでもないの。どっかで探せばどっかにもあるんでしょうけど、要は、三岐鉄道の電車なのに、近鉄ね、富田駅っていう駅名なんですよ。おかしいですよね。別のね、ライバル鉄道の会社の社名を駅名に入れるってなかなか、まあ分かりやすいんですけどね。なんでそのことになるかって言ったら、実はこれ、JR の富田駅にも乗り入れることができるんですよね。
今でこそね、旅客営業としてはやってないけど、昔はね、旅客営業でも JR 富田駅行きと、こう、二つあったらしいですね。もうただ JR の方があまりにもね、そんな旅客需要がないもんで、そっちの方がやめちゃったというような経緯みたいですけど、そう、そういったね、経緯があるんで、近鉄富田という表記をするということです。で、今でも貨物輸送は JR の方に需要があるんで、そういうのがある。ですんでね、最初の方の動画のね、プレイバックでここにキラリと、流してる、こうかな。ね、近鉄富田駅をレートぐるーっと曲がってね、で、さっと、近鉄線がね、奥に、それで行き、そこからこうね、こう下を見るとね、すぐに下を見るとね、直角にね、近鉄を直角にね、また線路がバーッと走っておってね、今度それとからこうプリュって分岐してきてね、こっちにやってくるで、鉄道があります。これが JR と三岐鉄道の短絡線なんですね。というのは三岐鉄道はね、ご覧の通りの、ご覧の通りって見ても感じにくいか、狭軌なんですよね。ですんで、これは JR の在来線とはね、互換性があるということで、実はそのまま直通乗り入れができるというか、貨物がそれで乗り入れをしているということですね。まあ、旅客営業はなくなったけど、貨物営業は今でもね、やってますから、それなんで、多分もう、ちらりとね、その、合流するところ、JR の方と分岐していくところをね、移すとね、鉄道が錆びてないんですよね。ってことは、これやっぱり使ってるということでね、実際にどんなのが走ってるのかなっていうと、ちょうどね、実は取れたんですよ。これ、どこだったかな。大安駅やったかね、どっかで、取れた絵なんですけど、これね、こうね、うちの車があって、今、ね、最高列車の行き違い待ちなんですけど、なんとね、入ってきたのが、貨物列車のね、やつでっていうことで、これが三岐鉄道で使ってるね、機関車なんですよね。そうそうそう。で、そのままずっと、対向の方でずっと行くっていうね、いうようなやつで、もうこれが取れました。これがね、そのまま JR の方に入ってって、で、そこから、JR の四日市駅の方のね、行って、そこから貨物線の方に、専用線に入ってて、千歳町のね、あ、これも撮ったことあるわ。で、こんな感じでわーっと入れ替えやっておるよっていうのがね、今、どっかに映ってるかなと思いますけど、これが実はこの先のね、西藤原駅ってところに行くんですけど、その一つ手前に東藤原駅ってところがあって、そこが貨物のね、ターミナル駅というふうな感じになっておって、そこからこう運ばれてきますよというのが、いや、ちょうどいいね、やつ取れましたね。いやー、よかったよかった。まあ、一応こういう構造なんですね、ということですね。よいしょ。いや、それにしたって、あと今。よいしょ。まあ、ただ、三岐鉄道の駅はね、どこもね、だいぶ年季は入っておりましてね。この辺りなんかもね、見てみると、だいぶ年季が入ってるなぁ、という感じがしますけど。風はまあまあありますね。雲の動きもまあまあありますからね。ちょうどね、雲に隠れるとね、日差しが和らいでいいんですけど、っていう感じですね。ということでね、なんか説明がね、とっちらかっちゃってますけどね、三岐鉄道は先ほども言いましたようにね、お互いのこの二つの線と三岐線と北西線がね、全く独立してしまっている。まあ、期間も違いますからね、あっちのね、北西線の方は、あっちの方がなんかいろいろ有名ですよね。ナローゲージなんでね。またこれは後、ナローゲージの旅も楽しみますけどね。うん。ですんで、ターミナルが4つね、こう分離してバラバラになるということなんでね。まあ、なかなかターミナルを取りに行くには、一つの鉄道としてね、考えるとね、ちょっとね、大変というのがあります。で、どっからね、乗り換えたらね、効率的なんだろうな。西、あげき駅の方にね、行きたいんですよね、本当は。ただ、あげき駅に一番近いところっていうと、なんだ、東藤原駅か？でもね、多分ね、歩いて1時間は余裕でかかりますよね、あそこからだと。うん。で、平日だとね、確かバス、いなべループバスみたいなのがあってね、コミュニティバスが。あれが市役所経由で確か行ってたはずなんですけど、ないはずなんですよね。日曜日走ってないんですよ、そいつが。いや、平日もごめんなさい。走ってないかもしれませんが、ちょっと確認はいただきたいです。というか、向こう着いたらちょっと確認してみましょうか。ね、っていうところですけど。あとはね、この辺りに来ると見かけない方はね、三重県民の方はもう見慣れた光景なんですけど、こんな感じで、こんな感じでね、山が
えらいえぐれてますよね。なんじゃこりゃと。前の架線にピンとかってしまうんで、なかなかうまくと取れませんけど。あのね、わーっと切り崩れてる山、これがね、藤原の山なんですよね。藤原山でしたっけね。鈴鹿セブンマウンテンの一つでもありますけど、鈴鹿山脈のね、連峰の中の一つでもあるんですけど、要はあそこで石灰をわーっと取ってるんですよ。もうこんだけ取ってるでしょ。すごいですよね。あんだけ山がね、わーって、ね、萩山に なってますけど、あれが石灰取ってるところで、あそこから、毎日ね、こう、貨物に積んで、さっきのね、入れ違った貨物列車に乗せて、今度四日市港の方まで運んでいくと。すると四日市港のね、この辺り、前に撮ったやつをチラリと映しますけど、この先にまたタンクヤードがあってね、太平洋セメントさんのね、ヤードというかね、があって、そこからまた海でね、どっかに運ばれていくんですね。すいません、どこに運ばれてるのか知らないっていうね、おいおいっていうところなんですけど、うん。ね、あんだけね、太平洋セメントさんのところとかもね、あの辺りはね、結構千歳町はね、配達でお世話になっておった地域だというのに、ね、よくね、いろんなところに荷物を運びに行ったりしてるんで、中はね、まあまあ詳しい自信があるんですけど、どこに、ね、漢字の荷物がどこに運ばれていくのかわからないっていうね、ね、いうことですね、はい。いや、しかし暑いな。風があるからまだいいけど、やっぱ、日向に来るときついな。ちなみにこれはゴミ箱だったんかな。今はさ、今も一応原型使ってるっぽいですね。まあしかし、のどかな駅模様でございますよ。やっぱ地方出しって言ったら地方出しですね。駅前に無料駐車場ですが、こういうのありがたいですよね。無料なんでしょうね。まあ無料にしといても問題なさそうな感じですけどね。ニュー川はね、駅はね、駅がね、またちょっと集落の方にあるっちゃ集落の方にあるんですけどね、多分ね、地元の人でニュー川とかねっていうと、どうしても郵便局のある方ね、ここからね、ずーっとね、降りてたところの川沿い、まあそれこそ川があるんですけど、ニュー川ってね、その 川沿いの方まで行くと、国道に出るまでのところにね、郵便局があって、まあその辺りの方ね、当時のイメージの方が強いかもしれません。私もね、よく大安から揚木の方に、用事があって行くときには、その道をよく通ってましたね。で、そこの、ニューガーの、ゆうちょのね、ATM で下ろしてとかね、やったり、してましたね。レターパック買ったりとか、あと定期的に、特定記録とかね、どうしても、仕事で送る必要があった時とかにね、使ったりとか。でも、まあ、北西郵便局の方がよく使ってましたね。あそこのね、局員さんが非常に親切な方、ニューガーが親切じゃないっていう、そういう意味じゃないですよ。ね、北西郵便局の方にね、どうせね、揚木の方に行って、よく温泉つかりにね、行ってましたんで、あそこの揚木温泉のところにね。そしたらそこからね、ちょっとね、お散歩してと。ね、あそこか、まあ、北西スーパーさんあたりにね、駐車場止めて、もちろんちゃんとね、ね、買ってね、そこでも買って、で、上まで登って、まあ、昔ね、北西スーパーの本店さんがね、前残っとった時にはそこで買ってっていうこともありましたけど。で、北西郵便局さん寄ってっていうのがね、ちょうど坂道のね、ちょっとしたね、軽いハイキングって呼ぶにはあれですけど、ね、代わりになってね、良かったもんなんですけどね、喋れば喋るほど、水分が体から飛んでくな。今日予想最高気温38度ですからね、で今のうちにあれですね、あれを調べときましょうね。駅間移動するのにどこが一番ね、狭くなってるかね、確認しときましょう。確認するだけして、心折れて、富田から乗ってたらごめんなさいね。本当なら、ついでに日刊散歩なんかもやりたいところでは、ね、気持ちはね、あるんですよ。山々なんですけどね。いかんせん暑い。そういうのをやる気がないというふうに定義するんじゃないかとね。言われたらそれまでなんですけどね。はいと、確認してみたらね、伊勢春田からが歩くのが一番早そうなのかな。揚木駅までだとね、いうことで、21分、片道21分、まあちょっとかかりますけどね、せっかくなんでここで歩きましょうかね。これ、あれ、伊勢春田でよかったよな、これ。八田でしたっけね、これで伊勢八田って思うんやったっけな。まあちょっと、着いたらまた、ここに書いてあるか。
隣駅ですからね、書いてあるような荷物ね、こんな置き方してあれね、都会出してたらあれですけど、まあこの辺りなんで、まあ伊勢八田ですね。面白いですね、こっちはひらがな書きやのに、ここはあ、でもここにニューガーってアルファベットで書いてあるわね、こっちはアルファベットね、ここに面白いね、フリートライドウェイミュージアムってなってますね。私、西藤原駅のね、横が東藤原って言ってましたけど、隣に間に西野尻駅ってそういえばありましたね、失礼いたしました。野尻がなぜか入ってるんですよね、見やすいの見つけましたよ。こんな感じでですね、2本走ってますよね。こいつね、こいつが今乗ってる三岐鉄道三岐線で、この桑名が上に出てくるーってこっちに寄ってきて、なんかうまいこと横に情報日本走ってるじゃないですか。この、右側が三岐鉄道の北西線ということでね、微妙にくっつかないんですよ。微妙でしょ、ね、同じ路線だったらくっつけてよと思うところなんですけどね、これはね、まあ、ちょっとしか、いたしかたない、歴史的経緯があるんですよね。というのは、もともと三岐鉄道というのはこの三岐線しかなかったんですよね。うん、で、まあ、三岐鉄道って名前、三重と岐阜ってね、わかるように。このまま岐阜の方に繋げていく予定だったらしいです。関ヶ原の方に抜かすんだったかな、大垣の方に抜か、大垣に、じゃなくて、多分関ヶ原のとか、大野の方に逃がすんだったんだ、かなと思いますけど、うん。多分ね、大野じゃねえか、比類か、ね、あっちとかね、不破軍とかっていう呼ばれるような方ね。なのかなと思うんですけど、スーッと抜かしていく予定だったと。それがまあ途中で終わってしまって、西藤原までになったということで、すごい、この山奥までになってるということなんですね。で、対して北西線っていうのはもともと、三重交通さんが引いてたんだかな、三重鉄道だったかな、が引いてて、まあその後、近鉄の一線としてね、近鉄と北西線として長いこと、その歴史を辿ってきてたんですけど、まあどうしても赤字ということでね、うん。で、まあ、廃線の危機になったということで、まあ、第三セクター化するかどうかとかいろいろあったんですけど、最終的に三岐鉄道が、この、路線を、まあ、買収するというかね、っていう形で、まあ、だいぶ地方のね、地元自治体のね、援助も受けてっていう形ですけど、ね、支援も受けて、存続させますよっていうふうになったのがこっちのやつってことなんで、もともとね、全く、かなり趣向も何もかもが違いますもんでね、うん。結果的にこういうような形になっておるということなんですね。うん、まあ、見てみてこう考えてみると、結構いろいろ細かい鉄路走ってるんですよね。特に四日市はね、言うて30万人ぐらいね、まあ30万人って言ったらまあ多いのは多いんですけど、ね、三重県最大の都市とはいえ、30万人ですよ。ね、の駅の割にのところの割にはこれね、近鉄ともの部分だから、こう JR と近鉄が走っておって、でさらにそこから、ね、三岐鉄道が分かれとって、湯根温泉とかも走っとるし、で、アスナロー鉄道もこんな感じでね、いろいろと走っておると、いうことですね。ですから、期間も、ナローゲージも走っとれば、狂気も走っとるし、ね、標準機のね、近鉄のね、やつも走っとるし、ね、特急も何機走ってくるし、ね、快速名だって走っとるし、ね、まあ、お寿司になりますけど、アーバンライダーだって乗りね、停車しますしね、島風だって停車しますからね、すごいですよね。で、貨物は貨物でね、いろいろとありまして、まあ、この辺りとか末広橋とかね、有名なやつだったら、ね、もう、全国から鉄道ファンの人がね、取りに来るような有名なやつとかもあったりするんで、実は鉄道資源豊富なんですよね。そう考えてみると、四日市って、うん、いい町ですね、四日市、うん、うん、いやー、さすが四日市ね。まあそういった桑名もすごいんですけどね、この桑名の駅前にはね、各地動画で撮影しました、こんにちはと出しとるかな、ね、3線ね、3つのね、種類のね、鉄道幅がね、1つの踏切に集まってるという全国唯一のね、踏切があったりだとか、でそもそも桑名駅の東側に西桑名駅があったりだとか、うん、いろいろと突っ込みどころが多い、ね、さらに養老鉄道も出てますね、この前乗りましたけど、いろいろと面白い要素がたくさん詰まっているのが三重県の鉄道ですよね。言うて南の方行ったらまだ南の方で面白いですし、ね、結局この練習中に行けるかどうか分かりませんけど、
島ヶ原の方とかね、あっちの方行こうと思ったら JR 西日本になったりしますからね。さあ、なんと言っとったら電車がやってきますよと。どんな電車がやってくるでしょうね。またレトロな車体のやつが来ましたよ、これ。これも旧西武鉄道の列車だったかなと思います。おまあまあ、まあまあお客さん乗ってますね。あ、でも3両目が全然誰も乗ってなさそうか。さあ、じゃあ西藤原まで行っちゃいましょう。また涼しい涼しい。まあ、お客さん乗ってますね。あ、でも3両目が全然誰も乗ってなさそうか。さあ、じゃあ西藤原まで行っちゃいましょう。また涼しい涼しい。せっかくなんでちょっと車内見ますか。隣の車両まで全然人がいなくなっちゃいました。こんな感じでね、危険とかあれ、すごいですね。これは西武線で走っとった時のやつですね。だいぶ時代を感じますけど、今でも現役、どっちも現役っていうのがすごいですね。これで西武新宿線、西武のやつが西武と書いてるのはおかしくないですね。ここ、三義鉄のような近鉄って書いてあるのが不思議という。ああ、三義鉄の案内なんかもこんな風に出てますね。キャンプアクミア、これですね、今やってるやつ。こちらこちら専用ダッシュ1枚お渡ししますと、あ、さっきのやつの折り返しが来ましたね。コビラ行きと、これもセーブか、ね。結構いろいろありますね。もうちょい、ゲストリーあたりちょっと行ってみましょう。こんなってもらって、あ、どうしますかね。発車したし、これ N ゲージなんかもあるんだ。誰も乗ってないからって結構すっかりと取らせてもらってますけど、醤油広告もなんか歴史感がありますよね。どれくらい前にスピード出るんだろうね。乗ってると揺れがねすごいんでだいぶ燃費のこもった音がしますよね。ですね。すごくスピードが出てるような感じはあるんですけど、これもちょっと先行感あったんですね。60ぐらいですかね。60は超えないのかな。線形はいいけど、やっぱ60が60キロ制限されたんですね。さあ、東藤原。この駅は多分降りることがないんで、軽く説明しておくと、こんな風にね、いっぱい席が並んでますけど、まあ、貨物駅のターミナルになってるんですよね。奥にもちょっと
見えますよね、セメントのやつが、しっかりしてくるやつがね、フライヤー塩より炭酸カルシウム水に大人ってますよね。ということで、この人はどっちかというと、まあ、目の前に集落はありますけど、貨物駅の様相が強いということでね、うん、今日はちょっとこの後の工程の都合上、ここはあまりじっくり見れないかなと思うんで、今の新着結構曲がってるんですね、駅通ってみると。太平洋セメントのやつがあって、さっきね、ちょっと ED400 と言って、しかも充電で動かすっていうのが面白いですよね。でこんな感じでずらーっとあって、はい、分岐してきますよね。その先が太平洋セメントさんの工場の方にね、採掘工場の方に続けてるのかな、うん。ただこの辺りでは珍しく貨物船ですけど電化されてるんですよね。そうです、 JR の四日市周りは貨物は非電化ですからね。これもユニークな特徴じゃないかな。なぜか不正なんですね。あ、止めてあるわ。あ、ここが詰め込み場になってるんだ。へえ。バーッと世界石油が運ばれてくるんでしょうね。お、なんかやってるぞ。なんかやってる。H ゲージか。暑いぞ。さあ着きました。ってことで西藤原駅到着しました。なんかこんなイベントやってるんですね。へえ、あれ H ゲージって言うんでしょ。ここにも機関車飾ってあるんですね。機関車のような音がしますけど、さっきあそこの H ゲージでしょうね、多分。でこれが ED222系。こんな構造なんですね。すごい、H ゲージ用の転車台なんてあるんだ。面白いな。ってことで、西藤原駅に着きました。こんないろいろあるんですね。あれ前からあったんかな。ってことで、まあ、中里ダムとか書いてありますけど、まあ、いなべ市はいなべ市なんですけど、藤原町ってことでね。さあ、降りてきましょう。暑い。すごい。線路もうここは塞いであって。面白いな。よいしょ。あ、すいません。お願いします。あと、なんかスタンプラリーのやつをしたいんですけど。はい、さあ、押してきましょう。ここにあるけど、とりあえず先にこっち取っていこうかな。これ西藤原駅ね。ここから連絡用の切符買えるみたいですけど、これなんですね。硬券で売ってるんだ、近鉄。あ、雪のやつが。そう言われてみれば、全部友人駅、あれで硬券で売ってるんですね。珍しい。西藤原勧誘局なんかもあります。四日市から往復で使ってもいいかもしれませんけどね。あ、でもそうだ。いくらなんだ、ここ。近鉄までいくら、四日市までいくらやったっけ。14時12分。意外と早いな。次逃して15時11分までね。あ、ないか。あれ、ちょっと取らなあかんけど。770円とか。560円やから1120円。普通に往復するだけやったら、あれかな。
まあ途中で降りたりしたらね、また変わってきますから、行くかもしれませんね。さあ。で、ここら辺もやっぱパーカーのライトとかやっとって、ね、駅前もいろいろあるし、結構お子さんとかも見えてるんですね。まあこういうなんか遊べる施設とかもあるんですね。あ、いいですね。あ、これだけね、広々としておるって開放的でしたらね、3密の心配もね、薄いですし、2メートルと。あ、出そうだ。肝心のターミナルやらないといけませんよね。駅前の売店とかさすがにないのかな。うん。そこはお手洗いになっておって、で、そのまま液体になっとるって感じみたいですけど、駐車場電車の方で言わなきゃすみません。登山の方は旧小学校前にあるんですね。ちゃんと用意してあるのはさすがですね。この辺りは川越自動車学校なんですね。さあ、なんて言うとったらもう、あっという間に来ちゃうみたいなんで、ターミナルなかったかな。ほんとちょっと下の方も見たいですけど。よいしょ。あ、すいません。お願いします。そうそう。ほんとはもうちょっとね、ゆっくり見たいですけど、また、おいおい来ます。一応この先が、切れてるね。あ、一応ある。あるね。ありますね。ありますね。はい。ちょっと、バンで撮りましょう。はい。ターミナル。ということでね。はい。ターミナル撮れました。撮れました。よし。さあ。どうしようかな。伊勢八田まで、とりあえず戻って、やり込みましょうかね。まあ、この辺りも、蒸気機関だったような名残なんかな、これもね。歴史はある駅ですからね。すごい。藤原ね。これ消したのは稲部郡が消してありますね。稲部市に変わっちゃいましたんでね。大ガイドなんですね。あざめで言うと。そんなもんかな。前は、さんが乗られるみたいやし。後ろに乗ろうかな。本当はもうちょっとゆっくりしたかったところですけどね。ちょっとすいません。言うと、北先生の方まで回ろうと思ったらね、時間がね、明るいうちに回ろうと思ったらね、ギリギリなんですよね。いや、もうね、30分とかで来るんでしたらいいんですけどね、ちょっと、まるっと1時間空いちゃうみたいなんで、こっから。あちなみにこんな感じで、三義線が15駅で26キロで、北先生が 20.4 キロ。で、期間も全然違って、西向きだけ無人機なんだ。ほとんど有人機なんですね。そしてこっちは、ね、これから乗る人ですけど、ほとんど無人機ですね。いろいろ添えてますけど、全然、歴史的なものが全然違う電車になってるんで、面白いですよね。で、とりあえず、伊勢八幡まで行ったらいいのかな。よし。さあ、やってきました。伊勢八田駅ってことでね、やってきました。ここは北西町ですね。いなべ市の北西町ということになりますね。入河駅から一つ横をね、さっき言った、ところですけど、八田って何でもあるけど、八田でいいはずです。八田ですね。うん。で、今日、この時間帯は行き違いなくそのまま行くみたいですけど、ね。一つユニークなところというと、あれですね、漢字がね、関西本線にある八田と違って、あれは、単数字の八にね、たで八田ですけど、こっちは、収めるの字でね、たで春田って書いて、これで八田って読むということですね。春田は春田で、春田駅ってどっかにありましたよね。そう思うと、なかなか、ややこしいとややこしいのかもしれません。まあ、かなりレトロな駅舎でございますけど。ここはね、もともと貨物の留置線とかなんかいろいろ兼ねてたのかなっていうことなんで、ね、結構あちこちにターミナルのやつありますよね。ほら、ターミナル、ターミナル、ターミナルですよ。ターミナル、ターミナル。すごいですね。もう、昔の北西町のマークになってますね。歓迎のやつが。
これ昔の北西町のマークですよね。北西スーパーのマークはこれにね、なんか、法とか書いてあるやつでしたよね。そうそう、北西スーパーってありましたね。で、ここが、春田駅。四日市まで720円なんや。よっしゃ。ここ友人駅ないな。はい、すいません。お願いします。さあ、こんな感じで、駅員さん、ちゃんと駅員さんがいるんですね。珍しいですよね。この地方鉄道でね、これだけ、ほぼ全駅に、西の尻が全部いるって言うんですから、すごいですよね。道理でワンマン運転やってるけど、ね、よく見かける、運賃箱とかそういうね、ワンマン運転のところだと上にね、運賃の表示があってとかっていうのが普通はありますけど、あれがないですもんね。さあ、ということで、まあ、この駅はちょっとかなり古めかしこになってますけど、あ、古七津だな。ね、伊勢原田駅があって、ここからね、スーッと行くとそのままね、揚げ駅の方に行ける、ますんで、これで行こうと思います。ちなみに三木田路線に、ね、ここは名前書いてありますけど、これ、三木田路線っていうふうにね、変わってますけど、こっちは近鉄北西線のまんまなんですね。そうです。ね、昔は近鉄だったんですよね。結構最近まで近鉄でしたからね。で、こっちの方が三木鉄道っていうふうにして扱っておりますね。うん。立ちの花が紫陽花だったんですね。北西町って。で、町の鳥が山鳥で、町の木が山桜だったんですね。旧北西町の時の観光協会で作ってるやつですね。今、いなべ市になってますんでね。あれですけど。飲み物はここで買っといた方がいいだろうな。いや、ほんと喉が渇く。ちなみに、いなべのコミュニティバスも走ってますけど、あんまり本数はないはずです。こんな感じでね、運賃は無料で乗れるんですけど、土日はそもそも走ってませんよと。いうことなんで、あまり意味がない。土日に来たらね。まあ、通勤とかでとかね、街の人用のやつですからね。こんな感じで、揚げ駅と春田駅、春田駅はどこや。ね、こんな感じで、揚げ駅の方面を進んどって。あれか、市役所に行くやつは別か。うん、揚げ駅から市役所に行く方が出てるんですけどね。どっちにしろ、春田線が本来あれだと思いますけど。これが揚げ駅方面にも出てますけどね。ただ、本来やったらね、14時44分でこれでいい感じになるのかもしれませんし。なんですけども、この時間は出てませんよ、ということでございます、いうことですね。あ、揚げ駅から春田駅まで来てるんだ。面白いですね。そういう風にして回ってたんだ。ここから、ここまでは来てるんですね、市内線が。よし。まあ、需要があるってことなんですけど、あ、ちょっと反対側の電車かな。そんな早く来る？あれ、もう電車来るの？このところで捉えてるともいざ知らず。あ、本当だね、千藤原行きが来たわ。たくさんだから。一番最初に乗った電車ですね。代わり返してきたんですね。あ、飲み物買っとくって言っとったな。なんでどうしてもね、なかなか、観光でこう移動するのにはちょっとね、不便がありますけど、まあ、ただ20分くらい行けるんでね、今日みたいにここまで暑くなければね、そこまで、わーわー言うこともないんでしょうけど、ちょっと今日はいかんせん暑い。ちょっと飲み物がどんどんなくなっていく。汗かいた時はね、コーラとか、正直ね、汗かいた時にベトベトしてくるんでね、あ、レモンスパークリングありますね。ね、言うときながら、グリーンだから買いました。いや、ちょっとミネラル補給しないと、ちょっと熱中症対策にいるかなと思いましてね。さあ、堂々と老体のど真ん中歩いちゃいましたけど、まあまあ、今日は来ることもないんでいいかな。うん、ね、このちっちゃいロータリーを越えましたら、まあさすがにね、私も三重県民、ね、四日市市民でございますから、どっちの方に行ったら揚げ金行けるかはね、わかりますよと。まあ言うてね、高柳で仕事やってましたからね。あ、三種の宅配サービス、こっちにも来てるんだ。これ、この辺りだったら便利でしょうね。スーパー三種さんって言うと、桑名のね、カインズとかがあるところから多分来てるんだと思いますけど、距離がね、
車で買い出しに行こうと思うと大変で、まあ、この辺りだと、その、すると、マックスバリューになると思うんですよね。昔は北西スーパーっていうね、地元の味方のスーパーあったんですよ。お弁当が250円で売っとってよくやったんですけどね。谷口商店さん。この辺りも今日は、なんかお子さんがよくいるなと思ったら、多分、やっぱ、帰ってきてるんでしょうね。お盆でね。まあ、コロナのあれがあるんでさ、今年はなかなか戻ってきにくいとかいう話もありますけどね。よいしょ。あ、そう。ってことで、駅間散歩をスタートですね。この道をずっとまっすぐ行ったら行けるんですよ、確か。旅館ウォチューさん。あ、今もやってるんですね、この感じだと。へぇ、旅館があるんですね。ハルタには、アハタには。飲み物も飲んで復活しましたよ、と。いうことで、ぼちぼち撮っていこうと思います。まあ、ちょっと角度だけ気をつけながら、これくらいの角度だったらいいかな。この前、ね、これで撮ってみとったら、このね、角度で撮っとったら、意外と途中から手が慣れてきとって、地面ばっかしこんな感じで見えとって、振り切りばーっと見えとったんでね、ちょっとね、気をつけながらやろうと思います。風が出てきましたね。これ今日すごい風が強いけど、これでどれぐらい音がね、じゃあ見ていくとか、ちょっとね、またいろいろとね、貼り方を書いたりしてね、なるべく音がね、ガサガサっととか入らないように今ね、いろいろとまだやってるんですけどね。山あいってことまですごく風があるんですよね、今日。あ、でもこれ風があるのは助かるな。いや、本当にね、風あるなしで、これ多分無風だったら相当きついですよ。今これ結構山の上だからちょっと涼しいけど、でも30度は超えてますよね、確実にこれ。32度か33度くらいはあるんじゃないかな。平野部の方は今日38度まで行くってなってましたからね。多分、直射日光が当たっとったら40度近くの体感温度くらいになってくるんじゃないですかね。そう考えるとまだちょっとマシかな、こっちの方のが。あとね、まあこれだけね、ガランとしてますんで、ちょっともうマイク、マスクをね、ちょっとずらしてね、撮らせてもらってますけど、もちろん人とかがわーっと来たらね、マスクつけれるようにはしてますからね。一応全般的に細めですよね。ここら辺が東村か。何なんでしょうね。お寺の鐘が、上にちゃんとかかってるんですけど、下になぜか。予備が置いてありますね。予備なのかな、何なんだろう。あ、ちょうど交差点に。このタイミングでうまいこと来るもんですね。なんで鐘が、あ、でも大きさが違うな、だいぶ。立派なお寺ですね。ね、立派なお寺ですよね。すごいな。立派な鐘つき。除夜の鐘とかついたらね、いい音になりそうですね。昔はいろんな商店あったんですよ。ここなんかも酒屋さん、あ、商店かな、ね、だったのかなっていうところもありますし、あ、お酒屋さんですね、かな。じゃあ奥がお酒屋さんか、手前は丸商店ってなってますね。中村商店さんってなってますね。お酒屋さんに入って、あ、まあそっか、親戚集まってますしね。まあ、飲めるね、最後の夜ですからね。まあね、無礼講でね、飲もうよってなって、まあ、酒屋さんにやってくるけど、おお、まあ、セミもいっぱいいますね。これが北西町の別名、あ、じゃない、北西町は別名って言うんですよね、確か。そう、四日市市にあるね、この同じ別の名って書くやつは、別名って呼ぶんですけどね。バローとかがあるあたりじゃ、バローじゃわからねえか。ピーナッツ屋があるあたりって言ったらね、私の小学校の同級生なんかは皆さんピンとくると思うんですけど、どうかな。小学校でも時盤の方じゃなくてね、昔住んどった方ですからね、ピーナッツ屋っていう駄菓子屋さんなんですけどね。酒屋、あ、ここも駄菓子屋さん兼ねてる感じか、商店兼ねてる感じか。結構地元の人バーッと入ってましたね。まあ、多分お酒をね、買ってるんでしょう。この辺りはやっぱし、息子さんとかがね、お孫さんを連れてこう帰ってくるようなね、地域に多分なってくると思いますんでね、地域的には。
全然マンションないですよね。本当は一軒家ばっかしで、綺麗な一軒家も建てますけどね。お、もうでかいですね。いや、別にセミのでかさは変わらんはずだけど、虫も鳥もよく飛んでおります。まあ、そしてどこも庭が広いな、すごいな、うん、いや、もう帽子汗だくですね。この辺りも結構もう窓開けで対応するところが多いな。まあ、この気温体感温度だったらそっか、まあ、窓開けて風が入ってくれば扇風機でもワンチャンなんとかなってなるかな。やっぱりちょっと上に上がるだけで違うもんですね。これ降りたらどの辺りにあるんやったっけな。このままずっとまっすぐ行ったらいいはずなんですけどね。あー、激まっすぐって書いてありますね。多分こっち側こうやって歩いてくるとどこなのかピンと来にくいですけど、こいつでわかるんじゃないですか。三重県民ですが、このね、奥にいなべ総合病院とか見えますよね。あっちのあの手前側ぐらいに安芸駅があると。まあ、ほえまだちょっとあるんですよ、距離はね。ですけど、まあ、ここのね、ミニストップが一つ目印ですよね。これがあの関ヶ原の方に抜けていく国道365号線の、こっちが国道306号線か、国道306号線と365号線が、混じるところって言ったらいいのかな。ここからしばらく306号線と365号線の重複区間になるっていう風になってるんじゃなかったかな、うん、365号線がこっちの方からずーっとずーっと来て、そのまま関ヶ原の方にずーっと抜けていくと。で、一応表記上306号線になりますよってなってますけど、306号線がこのね、小室の方から、亀山の方からずーっと降りてきてね、山の裾野をずーっと走ってきて、で、ここから折れて、そのまま306号線になって、で、書いてありますけどね、高山とかあっちの方から入ってって、彦根の方に入っていくっていうね、よく普通区間になっておって通れないところではありますけど、さあ、信号が変わったんで渡っちゃいましょう。で、この道まっすぐずーっと行くと、一応道なりで、安芸駅まで行けますからね。よいしょ、そっちまで行っちゃいましょうか。キャタピラー、すごい、めちゃくちゃいっぱいキャタピラーが置いてありますよ。すごいな、でっかいな、あのキャタピラーね。こっちの方にあるのはね、比較的見かけるっちゃ見かけるやつですけど、レンタルなんだ、レンタルストアだからいつでもレンタルで出せるように置いてあるんですよ。すごいな、なんかね、横に置いてあるトラックがすげえちっちゃく感じますもんね。なんか軽自動車かのようにトラックが見えますけど、トラックはあくまでもトラックの大きさですからね。あくまでもこの横に置いてあるやつがでかすぎるんです。まあ、でも歩道もちゃんと確保してくれてあるんでね、全然歩きやすいですよ。何より風が出てきたのはありがたい。結構ね、おかげで楽ですね。さあ、いなべ川散歩道となってますね。これね、この散歩道って地味にすごい距離あるんですよね。お散歩っていうからね、ちょっとこの辺りをくるって回るだけかなと思ったら、結構さっきのね、撮った乳川のなんか手前というか先のところへん、なんかあの辺りまでなんか散歩道ってなってますよね、うん、あれが繋がったのか、でも多分繋がってるはずです。田舎、米川沿いにね、あるんですよ。ここからずーっと先まで。散歩というよりなかなかハードな距離です。どっちかというとサイクリングでも結構へばる距離じゃないかなと思うぐらいなんですけどね。で、いなべ川ということでね。ちなみにそっか。いなべ市がね、もう今ひらがなになったんでね、なかなか漢字で見ることが減りましたけど、地元の人ならさすがにこれはね、これで、いなべってわかるんですけど、知らない人から下見たら、なんじゃこの地ってなりますよね。この因縁って書いて、これで稲部って読むんですね。これね、これで稲部って読むんです。考えてみたら、
めちゃくちゃ変わった呼び方ですよね。で、稲部川、ね、立派な川ですよ。でこの辺りもね、桜がね、この辺り桜の木なんで、桜が結構綺麗ですよね、春に来ると。今はもう緑緑してますけど。と、歩いてきたら、もうアザメンもね、北西町を挙木と変わりましたと。ということで、もうね、これでね、挙木の駅前のすぐ近くなんですよね。まあ、草加病院が見れますね。うわ、自動車屋さんなんだ。綺麗になってますね。もうちょっと段差がありますね。老人保健施設なんかもありますし、でここで保存はなくなっちゃうんだな。で、草加病院ってなってます。ここがね、あ、この施設がそのままでなんですね。ね、ってことで草加病院ね。この奥には奥で、あの大きいね、JA さんの農協の病院もありますね。それここだけ細いんで怖いけどね。さあ、そうするとここにね、サラティカズラーンゾーンとありますけど、ここが昔は北西スーパーっていうスーパーがね、あ、もう今住宅終わって建ってるとこですけどね、らへんに昔は北西スーパーってスーパーとボーリング場があったんですよね。うん、あのボーリング場結局ついぞ私使うことなかったですけど、うん、まあボーリングねする人間でもないんで、あれですけど。で、あ、セブンイレブンできたんだ。これで十分便利じゃ便利か。あ、でもそうすると隣にある山崎ストアが大変かな。どうでしょう。ということで中京銀行、銀行なんかも出てきまして、ここにね出てきたのが、これが三岐鉄道の挙木駅ってことで、まあまあちょっと距離ありますけどね。でも綺麗になりましたよね、挙木駅も。こっち側はね、バス乗り場、三高のバスなんかが来るんかな。だからもう全然今は無人のねところになってますけど、うん、自販機は生きてますね。うん、でも路線バスって何が来てる？ここに来てる路線バスって何があるかな。あ、一応桑原駅前まで出てるんですね。1時間に1本。ね、こんな感じで上げたら1時間1本出てるんですね。だったり星見ヶ丘だったりね、通ってくるんで、まあ、ぶっちゃけほぼほぼ三岐鉄道の方と被ってますけどね。まあでも多分こっちの方が細かく止まるから。でもね、三岐鉄道もナローゲージなんですっげえ細かく止まりますからね。どうなるだろう。電話かかってきた。どれやろう。多分そのまま電車乗ってくと思うんで、セブンイレブンがここにできとって、で、ここら辺ね、今バーッと作ってますけど、ここに昔はスーパーがあったんですよね。北西スーパーってでかいスーパーと。で、ボーリング場とね、あとね、100均が入っててね、いろいろと入ってたね、結構使い方良かったんですけどね。あと弁当が250円と非常に安かった。もうベランボーに安かったんでね。本当に。で、これ250円弁当ってのがね、他で売ってるようなね、250円の弁当と違ってね、もう本当にすごい量がね、がっつり入っとる。もう物量作戦もね、これでもかってぐらいのやつでしたからね。で、越えると、ここに、挙木温泉がありますよということでね、ここ、ちょっと、ここね、確かレンタルタブがなかったかな。なんでね、すいません、タブとか持ってきとったらね、挙木温泉入ってもいいところなんですけど。いや、でもさすがに暑いかな。この暑さの中でね、露天風呂とか、今やっぱ日差しが出てくると暑いですよね。ということで、まあ、ここの、ね、温泉から、ですね、北西線から乗ってね、挙木温泉っていう手はね、ありますしね、熊谷の方なんかに住んでる方だったら特にね、確かね、売ってるはずです。なんか、東院とか、東院町とか、あと、東院駅とか、西桑名駅から、
入線料が込みになっとる。ここの入線料と往復の、あの、三岐鉄道の、料金が込みになっとってお得になりますよっていうようなね、プランのやつとかがあったりしますんで。ここは、和菓子とか売ってるんですね。山崎ストアね。あ、電車来てるな。ちょうど電車来たとこなのかな。もうすぐ折り返しちゃうかな。ということで、ちょっとお客さんなんかも映ってますけど。さあ、これが、改めてね、阿賀駅の説明をしていきましょう。ということでね、まあ、ここが三岐鉄道阿賀駅、まあ、三岐鉄道北西線の阿賀駅ってことですね。で、まあ、こんな感じで電車が止まってます。まあ、遠目からだったらね、ちょっとちっちゃい電車なのかなぐらいですけど、何を隠そう、本当にちっちゃいんですね、この電車。さっき H ゲージが映ってましたけど、本当 H ゲージと普通の電車のあいのこぐらいの、ね、感じでね、なんか可愛らしいラッピングもされてますんでね、ちょっと見ていきましょうかね。ね、近鉄このあたりはね、タクシーは近鉄タクシーですしね。さあ、駅舎もね、後からまた新しく作りましたんでね、綺麗ですよね。よいしょ。後から作ったんだったよな、これ。確か。そうでもなかったっけ。あ、こっちは改札がついてんだ。へぇ。自販機なんか。ね、さあ。こっちは自販、近鉄のやつみたいなのがあるんですね。で、まあ、15時で、何分かく ?15 時、いつも、あ、持ってるよ。あ、すいません。いいですか?さあ、自動洗濯機なんかもある、こっちは。って言っとったら、もう発車するみたいなんで、パッと乗ってきましょう。あかん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 。いいや。ゆっくり行こう。そうだ。すいません。あの、スタンプラリーのやつって、どちらに、あ、これ、あ、いい、あの、版はそちらです。あ、こっちですね。はい、わかりました。はい。スタンプあれ、あ、持ってます。はい。はい、急いでくださいね。あ、もう1分ですので。あ、いや、もう次の電車でしますわ。ちょっとお迎え見てきますわ。うん。そしたら、ゆっくりと。まだ時間どうせ余裕なんで。ちょっと上の方も見てきますわ、あげきの。今度は34分ですので、ね。34分ね。あ、わかりました。うん。その後、4時15分でございます。はい。あげきやな。よいしょ。あれ。あの場にうまくこといかんかったな。よしよしよし。あんまり、はい、それは分かってますね。いいんですけど。はい。記念にはちょっと、そうですね、失敗しちゃった。また来た時にね。はい、どうぞ。ありがとうございます。また押し直すとちょっとずれたりすると。そうですよね。どうも、おそらく。さあ、まあ見送っときましょう。あ、次の電車で行きましょう。ザ・釣りかけっととかさせてながら、一体何のキャラクターなんでしょう。これか。あ、鉄道娘とコラボレーションなんか始めてたんですね。そうそうそう。へえ。あっちの方だけやって、あ、北西線の方だけでやってんだ。仙北と仙北高速鉄道となぜかコラボしたんですね。へえ。あ、なんて話をしとったら、バスがやってきましたね。1時間に1本の。へえ。じゃあね、ちょっと時間もできましたんで、できちゃったっていうのが正確なところかな。ちょっと阿賀駅の街並みにできましょうか。阿賀駅っていうとこの辺りのね、イメージが強いんですけど、あの、昔ながらの商店街ってのはこのね、登ってたところにあるんですよね。まあちょっと大変な場所なんですけど、せっかく30分あるっていうんでね、
30分あるんやったらちらっと見るぐらいはできるかな。この辺りも昔、この辺りも十分昔ながらの感じのねありますけどね。ちなみに和菓子屋さんですけどバースデーケーキがあるんですね。不思議だ。あ、渡れるな。はぁ、あ、警備せんべい北西町メーカー、聞いたことねえ。そんなのもあるんですね。お供えは、まあもうこの時期はお供えがね、やっぱしもう鉄板ですよね。こういったところでは。はぁ、あ、暑い。もう年なんでね、おっさんなんでね、汗が油ぎってますんでね、非常に深いです。一応ちょっと登ってきますね。本当はあんまり早足にすると結構な登り坂。本来、平行がこの辺りかなってことなんです。上に登ってるの分かりますかね。でずっと登っていくとこの辺りがね旧、昔ながらの商店街って言ったらいいのかな、揚げ木の商店街というふうになってまして、奥の郵便局ぐらいまで行こうかな。ずっと奥まで行ってそこから降りてね、ガソリンスタンドとかが出てきたところを折れて、そこからさらにずーっと行って、なんか新しくできた道をさらに登っていくと、市役所があるってことね。市役所もめちゃくちゃ遠いんですよね。でもなんか新しい商店とかできてるな。なにこれ。なんか綺麗な。あ、こっちもお店になってんだ。こんなんできてんだ。新しくできた感じですね。この文具屋さん。本屋さんは昔からありますけどね。佐野屋さん。ね。で、みんな大好き。森の中に牛乳のイラストなんかも出てきましたけど。ちょっと後から顔描き足しましたよね、これ。絶対描き足しましたよね。まあいいですけどね。さて、また車で戻ってくると。和菓子屋さんとかもあってね。ね、こんな感じで。わかるかな？あ、これわかりやすい。これわかります。ね、こんだけ坂なんですよ。いや、やっぱここは硬いよな。ここね、昔ながら今もね、やってるんですよね。おもちゃ屋さんね、近藤玩具店さんってね。まあ今日なんかは、おじいちゃんおばあちゃんが見られてるんじゃないかなって言っとったら、わかりやすく、わかりやすく店内でお孫さんを連れたおじいちゃんがいましたね。ね、ここぞとばかりに買って、ね、親子さんあれね、ここぞばかりにじいちゃんにね、じいじに買っといてもらいなさいっていうね、そういうね、やるとかありますけど、まあ、そういうでおじいちゃんでね、嬉しいんですから、ウィンウィンということで、いいんじゃないでしょうか。花物屋さんなんかもありますけどね。三重銀が出てきたから、ここはパン屋さんだったんかな。あ、こんなところ、薬局新しく、得意な。建物自体はあれですけど、前側はめちゃくちゃリニューアルした感じですね。斎藤院さんのところの、あれかな、処方箋やってるのかな。ね、結構奥とかに入ってても、ね、ほら、時計屋さんとかね、いろいろあるんですよ。ちょっとすいません。30分やから、ちょっとこっちの奥まで入っていくと無理かな。ね。で、いや、見えてきた。ここはね、北西郵便局。なんやかんや言ってよく特定記録を出しに来とった北西郵便局さん。差し出しにね、ここまで来てましたね。考えてみると。うお、蜂がいっぱい。こんなとこ食堂があるんや。植木食堂、へえ。あ、そこの奥の。古民家が食堂になってるんですね。こんな時間やってないみたいですけど。で、一応こっちの方までバスは来てますということでね。そこの交差点からもう一つ先か。あの、スタンドとかがある交差点はね。うん、ここは北西郵便局ということで。まあ、もうここもな、今も周波やってるはずです。規模はほんと小さいんですけどね。一応、周波郵便局になっておったんじゃないかな。ただ、意外と、まあ、ね、集落としては結構でかいですから、揚げ木は。
で、いなべ市役所まっすぐってなってますけど、ここから結構ありますからね、歩いていくと大変です。本当、市役所の方に行くとね、あれもあったりするんで、ソフトクリームとか売ってたりするんでね、行ったらいいのはいいんですけどね、ちょっとね、歩いていくにはしんどいですよ。で、この奥、誰かここ曲がってすとんと奥行ったところに、北西スーパーの本店があったのかな。一歩手前でしたっけ、覚えてねえな、マジ。確かこの辺りにあったんじゃなかったかなと思うんですけどね。うん。この辺も新しくなんか立つところじゃなかったかな。あ、そうやんね。文英堂さんがあるね。確か、ここ?ここだったかな?うん。まあ確かに、敷地としては狭い面積でやってましたからね。うん。確かここがそうだ。でもなんか今新しく作ってる、これ普通の民家って感じじゃないですよね。なんか商業施設作ってるのかな。なんかそれはそれで楽しみですね。で、ここが、鮮魚、仕出しになってるんですね。今日なんかは限れるか。ね。今日というか、お盆はね。でも今年はちょっとあれだったかもしれません。あ、でもお弁当なんかもやってるんですね。ああ、時計屋さんとかね。奥の時計屋さんとかやってるのか。今日はさすがに閉まってるでしょうけどね。あ、うなぎの香りがする。いやあ、うなぎの香りがする。いいな、うなぎの香り。ここはお魚屋さんか。あ、魚屋さんでそれでか。うなぎもねやってるわけだな。へえ。まあ、ちょっとこの奥行くとちょっとずれちゃうんでね、ちょうど時屋さんとかも、ね、今日は閉まってるみたいですし、今日は忙しそうですね、どこも。やっぱし、お盆ということで、この辺りはお盆が逆にこういったね、仕出しとかも書き入れ時なのかもしれませんね。じゃあちょっと下ってきましょうかね。言うて、この標高にまで上がりますからね、さっきの日下病院がね、こんな見下ろす形になってますからね。結構登ってるんですよ、ここ。あ、昔鍛冶屋さんがあったんですよね、この辺りに。どこだったっけ、これ薬屋で違うけど、そう、鍛冶屋さんがあってね、昔来た時にね、一回ね、おじいちゃんがね、刀鍛冶やってましたよ。カンカンカンって、あの真っ赤にそ、ね、赤くなった鉄を売って。どこだったかな、結構下の方のこの辺りだったような気がするんですけどね。これみりんだ、聞いたことねえな。ここは呉服屋さん。呉服屋さんでも響きがね、探しが入ったらしいですよ。時間じゃないかな。お客さんが入っとるこんだけ新しい感じの店だと入りやすいですよね、若い方も、うん、お、ふっくらつやつやパールライス、懐かしいですね。三重県といえばパールライスですからね。じゃあ駅に戻ってターミナルしてね。もうこっからはそんなに歩かなくていいか。あ、ちょっと、富田でもしかしたらまたちょっと歩くことになるかもしれませんけどね。いやー、汗かくわ。すごい汗かくわ。もう日焼けすごいですし。じゃあ先にトイレを借りて、まだ電車も来てないですね。電車も来てないんで、ちょっと、駅の構内を、プラプラプラと、やりますか。うん、バスも来てる。さあ、このバスとどっちが早いのか競争してみてもいいところですけど。残念ながら途中の東院駅で降りないといけませんからね、今回は。ちょっと企画がね、新しい企画が増えましたからね。さあ、ね、綺麗な橋もかかってます。で、後から作った感じですもんね、この橋とかも。うん、昔からあったのを書き換えたのかな。展示ブロックは昔からって感じですね。なかなかカーブしとって面白いですね。
なかなか優雅に展示をご案内しておりますね。さてと、ということでちょっとね、セブンに寄って飲み物買って入ってきましたけどね。さあ、ということでね、ここがね、さあ、近鉄じゃない、今は、お、ちょうど言っとった電車が入ってきた。揚げ駅の構内に、ね、入ってきた。ちょうど電車がやってきましたよ。やったやった。これはあそこ、こっちに入ってくるのかな。あ、曲がりますね。やっぱ基本こっちに入るんですね。あ、こっちも住友電装さんになってんだ。ガラス対策でゴミ箱にこんなんかけてあるんですね。さあ、入ってきましたね。まあ、あの、四日市市民はね、そこまで物珍しくはない、ナローゲージではございますが、全国的に見たらすっげー珍しいやつということでね。さあ、揚げ休憩はちょうど到着しましたけどね。これが、三岐鉄道北勢線の、特徴としてはね、ちっちゃいんですよ。なかなかこれだけだとね、ちっちゃさがね、伝わりにくいと思うんですけど、多分、このね、でっかいパンタグラフ、それがで分かりやすいんじゃないかな。こんだけね、逆に言うと車高が低いんですよね。ほんと、2メートルちょっとぐらいしかないのかなっていう、ちっちゃい鉄道になってます。ね、せっかくなんでいろいろ見てきますけど、でもこっちは、自動レカールもない、もう LED でしたよ。 LED すげえな、ね、あの手でくるくる回すと見てますからね。で、うちのね、本来の目的これですからね。これがね、はい、ナローゲージのターミナルということでね。まあ、アスナロー鉄道を見慣れてるんで、別にそこまで物珍しくないんですけどね、四日市の人は。ただ多分本当に珍しいんですよね、これ。本当ちっちゃい、762ミリでしたっけ、ね。これですね。日本最西端ですよ。これも日本最西端ですよ。ああ、よかったよかった。そうだ、ナローゲージで一番西の端にあるんだ。言われてみたら、そっか。あ、ちょうど最北端のね、やつをやるついでによかったですね。三岐線よりも随分と、あれになってますね。で、ここにね、京浜鉄道用の設備のね、保存がしてあってね、もしこれ先見たら、あの、子供が撮ったやつみたいな感じでありますけど、これ、幅一緒のはずですからね。これがナローゲージ用のね、幅でして、さすがにちっちゃい、さすがにちっちゃいか、さすがにちょっと幅ちっちゃいか。これはさっきの HK ね、やつで、あちらもこっちのターミナルでありますからね。はい、ターミナルってことでね、面白い転車ラインだとおって、あさすがにってことはないですね。ただうまいこと線を併用にしてあって、これも胴体部分なのかな、前のところまで行って転車とかできるようになってるんですかね。面白いですね。あの転車台とかがあって、これに昔ながらのね、もう上に架線張ってないからさすがに動かすことはできないか、ね、があって、で枕木式の信号機なんかもね、こうやって保存で置いてあるんですね。面白いですよね。京浜鉄道博物館になってるんですね。一応博物館になってたんですね、ここ。ね、横こんな感じでミニ列車がこう、くるくるくるっと周りを走れるような構造になっておるということなんですね。一応、ちゃんと、転鉄なんかもできるようになってるんですね。ね、結構昔ながらのマスコンとか残ってますね。こうして見てみると面白いじゃないですか。ねえ。多分、公開してる時には中に乗ったりすることもできるんでしょう。なんか乗せてありますけど、試しにチラッと乗ってみましょうか。あ、本当だ、暑いわ。今ね、ご指摘、あのアドバイスいただいたんですけど、本当だね、あのもともと非冷房やったやつはね、無理やりこう冷房車にしたっていうね、車両でして、かなり年季も入っておるんですよね。確かに。これからここに簡易冷蔵冷房につけてね、こうやってやってるんですけど、かー、確かに効いてねえな。ね、すごい狭いでしょ。あ、ちょっとこっちの方が。これマサートラーとは全然違いますわ。あ、本当だ。あ、こっちの方が確かにだいぶ涼しいな。
なんでしょうね、やっぱあっちの方はもう危機みたいですね。いや、挙句の果てにね、この構造からの運転室隔離されてるんで相当熱いんじゃないかなと思いますので、本当ご苦労様ですと、よろしくお願いしますというところですね。こんな感じでですので、その空調のやつをね、後からつけてるんでね、結構いろいろと狭いなってます。ちなみにあれですね、アスナロー鉄道は全部あのね、一列の、お待たせいたしました、三つ葉駅発車いたします。扉が閉まります。私、あら、貸し切っちゃいましたかね、これ。わあ、ってことで貸し切っていこうかなと思います。わあわあ、貸し切りだマスク外そういやすごいですね。さあ、ここちょっと涼しいかなってことがあります。涼しいところを探しながらですねってことで、こんな感じ。パソコンも75キロまでしかありませんからね。こんな感じでちっちゃい電車で、近鉄はね、あのアスラロー鉄道の方はね、台車重量とかしましたけど、一応新造したのに対して、三次鉄道北西線は昔ながらの鉄道ね、車両をそのまま、魔改造して使ってるってことね。これはすごい安い、ね、いろいろと、だから昔ながらの車両のまんまなんですよね。で、次はオーダーですね。これでオーダーって思うんですかね。で、景色はいいんですよ、すごい。うなって曲がってきますね。多分どうせオーダーから戻ってこないでしょうから、いろいろと探検してみましょうか。わかりますか、網棚がこの高さなんですよ。私、箱乗せれますよね、これだったら一応、鉄網にはなってますけどね。とにかくこのちっちゃさがね、せっかく一人なんで貸し切っちゃってましたね。あ、ここが涼しい。何年製造とかがね、あ、プレート外されちゃってますけどね、相当古い車両のはずですからね。よいしょ、ここはでも優先席になるか。まあ一人ですからね、あんまり優先席かけないですからね。よし、まあ車内でのご遠慮くださいと思いますけどね。さあ、一つだけ言います。ナローゲートの吊りかけ電車のこの音量でね、どちらにしろ通話できませんからいい音しますでしょうこれでね、このね、山道の中をね、そう、アスラロー鉄道の方は都市の中をずっと走って、平野部なんでね、あの、まあ、アップダウンあるのはあるんですけど、こう街の中をね、昔ながらの旧都会のところをね、かいくぐってこう走っていくっていう感じですけど、こいつはもう本当に山の中をこうガンガンと感じですね。しかし、これはね、今ちなみにこっちは挙句から始まって、大田、曽原、大泉、遠いと、あとこのあのね、呼びにくい難読地名で有名なあのーってね、言ってもらうと、あ、本当にこれは あのーっていう、イントネーションですけどね、あのーでしょ。で、七和、星川とかって言ったんですよね。で、有吉、蓮華寺、西部省、馬道で西部穴というね、なかなか創生あふれる鉄道路線ですからね。だってこの感じ、森ですからね。昔ながらの流れで、旧会社は、戦闘機ですからね。これ一応簡易装置があるんですよ、ここに。こっちの空気なんですけど。装備機すらないですからね。さあ、戦闘機。
東京駅はね、小回り効くんですよね。ということでやってきましたよ。大浦駅誰も乗ってこない。大浦駅は大浦駅すっごい山の中にありますからね。大浦駅、大浦駅、麻生の田って書いて大浦って言うんですよね。なかなかね、これもこれで、あれですよな、お客さん乗ってきた。いや、乗ってきましたね。方面まだ信号が赤になってますから、この駅で駅違うのかな。ん、あ、パンタクラフ下がった。けど、なんかね、この列車こんなことになってたんですね、いつの間にか。全然知りませんでしたけど、でこの子の名前がソハラレンゲってなってるんですね。それでソハラになんか作ったみたいですけどね。茂木哲郎娘のあれになってるんですね。とかソハラ駅なんてあったんですか、知らなかった。まあ、これように走らせてるってわけでもないでしょうけど、ガチャガチャと、まあ、せっかくなんで見てきましょうか。なんかそう、さっきとすれ違った時思ったんですけど、駅名表とかまで書いちゃったんですね。あいたたたたたた、あいたたたた、ねえ。しかしまたなんでよりによってソハラにしたんでしょうね。昔はこっちからも乗り降りできたのかな、よっぽど昔の話だと思いますけど、ああこのまま西小穴行きになるな。これ何分発？結構いい時間に出るんじゃない？一回ちょっと降りますか。今何分？16時41分。結構10分くらい出てあるのかな。まあ、しかしこうやって見ると不審者やな。帽子かぶって結構乗り換え大変ですね。結構こっちにぐるっと出て、でよいしょと上がってきて、うん、いやしかし大タクシーですね。すごいですね。こんな模様こしやってたんですね。ああもうなんかあいたたたたなやつ出し作っちゃってますしね。こっち側までやっちゃったんですね。いやーやらかしちゃってますね。知らんかった。なんでソハラ、本当なんでよりによってソハラにしたんでしょうね。いやー、まあ確かにオーダーだったら余計聞きにくいですけど。ソハラ駅、ここは有人駅なんですね。でこんな感じで、次が16時47分。ああもう2、3分で出てくるんだ。
その次は何分？16時47分、何分逃したら16時57分がある。あ、57分に来るんだ。え、57分に来るんだったら、そん、さして問題ではないかな。うん。で、あ、そうか。丸印線とは反対側ホームから西小金井が出ると。へぇ。何番線ホームからって書かないのが面白いですね。このホームと向こうってなっちゃうんですね。珍しいですね。さあ、駅前は、ソハラの駅前って来たことねえな、さすがに。あ、そう、なんか、このメガネ橋とかが有名らしいんですけどね、ちょっと15分ぐらいかかるらしいんで、ちょっと今日は、今回は越すかな。うん。で、京浜鉄道と昭和の街に出会う道、ウォーキングコースっていうのがあるんですね。あげきまでか。まあまあ、まあまあな距離がありますね。で、こっちになると稲部橋になるんですけど、これはね、土日宿は来ませんよってことなんでね。何なんでしょう。駐輪場が、こっちもあれか、うん。こんな感じになってるんですね。ここは何な？放課後児童クラブ、桜スプリング、何なんでしょう。なんで馬鹿れてるんでしょうね。何か利権絡みとかあるんでしょうか。で、あ、ソハラ神社ってのがあるんですね。氏神様ってやつでしょうね。稲部町立、稲部町立って、ね、もう名前になってる時点で歴史を感じますけど、中保育園、保育園だったんですかね。今も使ってるのかな。今はそれで児童クラブに変えてるってことなのかな。へえ。こっちの建物がそういうことなのかな。うん。稲部暮らしの保健室ってなってますね。へえ。多分あそこは昔はプールだったんでしょうね。今ではね、なかなか考えにくいですけど、こんだけパッとね、普通のところから見えるところにね、保育園のプールがあるっていうのもね、今のご時世だったらですが、ちなみに奥に見えるのがね、稲部の吉津屋ですね。よいしょ。歩いて行きたい距離じゃないのかな。吉津屋のところで夕飯を調達してもありちゃりですけど、出てく？もうすぐ電車が出てきますかね。あらあら、出てきましたね。すごい釣りかけ本ですよね、多分。まあ、アスナローテスのもさして変わらないんで、あまり、結構下ってくるんですね、ここからドカンと。まあ、この辺りも住宅街しかないんで、まあ、一応商業施設ね、行こうと思ったら、ここからスーッと抜けていったら一応あって、ね、吉津屋のあるところからもうちょっと横とかに行ったら、一応スキヤとか、ジョイフルもあるかな。ね、ジョイフルがありますもんね。あのジョイフルよく使ってましたし、あと、なんかその横にある、名前忘れた中華料理屋さんのね、唐揚げがね、くっそでかいって言ったら言い方悪いですね。すごく大きい、唐揚げのね、お店があってね。稲部で働いとった時はよくね、あれ、私が年金してるとよく買ってきてくれるやとか言いましてね。それでよく食べたりしましたね。で、それからお店の中に入ったことはないんですけど、よくそこの唐揚げはよく食べてましたね。だいたい差し入れって言ったらそういうと買ってきてくれるっていうね。そんな思い出のある町、それがソハラです。ソハラというかね、この奥のところですんで、あそこはソハアザメはソハラじゃないんじゃないかな。何になるんだろうな、うん、よいしょ。まあ、そんなところですね。一応こんな感じ、ソハラ駅で、あれですね、さっきあった扇風機のマークは近鉄のマークになってましたね。これは3つの木で3木になってるんですね。ちょっとだいぶ信号落ちてきましたからね。いろいろオリジナルグッズね。いやー、1個だけやっぱり財布放ってますよね。うん、駅名キーホルダーとかね、こよくね、こういった地方鉄道ではね、見かけるやつですけど。2020年バージョン出たんだ。一応買っときます、これ。
クリアファイルなんか。クリアファイルか。あ、すいません。あ、あれなんかファイルって今売ってるんです。ありがとうございます。キラキラしてるんで。はい。ありがとうございます。次はこっちから。さあ、買っちゃいましたよ。こういう風になってるんですね。なんで戦国とサンキッチン、なんか共通なところありましたっけ。サンキ鉄道、大鉄ならなんとなくわかるんですけど、近江鉄道ならね、あの西部の鉄道ね、車両ね、結構流用したりとかしてますけど、まあ後でまたじっくり見ましょうか。いろいろやってるんですね。ね、ソファラレ、それにしたってソファラレやのかって、あのいくらでも他にもっともうキャラにしやすそうな駅ってあるでしょうにってね。まあ北西線の方のがね、そのラローゲージってこともあってやりようってのがありますけど、にしても例えば星川とかね、うん、星川とか、あ、その何がいい、ね、そういうこと機関機やったら大泉なんてね、いいじゃないですかね。そのまま要塞になってしまいそうですけどね、あそこだったらね、駅前にね、あの三直売り場の売り棒ってね、あのやつもありますし、ね、ただあそこ有人駅じゃないのか、ね、とか、そうなんですね、あそこ有人駅じゃないんだよな、確か、ね、そう、あそこもね、広い駐車場、途中で多分あの解説出してると思いますけど、広い駐車場ありますんでね。パーク&ライドにはいいところなんですけど、ここはパーク&ライドはできないのかな、一応そこ駐車場になってる、いや違うな、うん、さすがにそんなスペースないけど、お、近鉄の音ですね。こういうところはいちいちやっぱし元近鉄感がありますね。三岐線の子ではないですもんね、こういう音。あ、先に向こうが来るんだ。この駅で行き違いするんですね。やっぱりまだ日が傾いてきたとはいえ、日向だと暑いんですよね。来ますね。シュールやな、この絵。シュール。いや、しかし本当に、なしてこうなったというね。ちなみにあれですよね、保有してる車両数はですから地味に多いんですよね、アスナロー鉄道とか。これ4両編成なんだ、4両ですね。あ、結構お客さん乗ってる。さあ大変なことになりました。今ね、ちょうどね、東院駅まで戻ってきたんで、そこでね、お客さんわーっと降りてったんでね、カメラ回すことにしたんですけどね、あのね、わかりますかね、今こうやって撮ってね、さっきまでの車両と何か、違うところを感じませんか。なんか見晴らしがいいですね。4人編成だなーって言って乗ったんですけどね、気づきでしょうか。この端っこが見晴らしがいいですよね。見晴らしがいいんですよ。つまりどういうことか。ね、さっきまでの車両、ここに、簡易クーラーが置いてありましたよね。簡易空調機、ね、あの、が、じゃあ、それでエアコンの、ね、空調にして、クーラーにしてたじゃないですか。これ、指令防車なんですね。いや、マジかだからね、これ、無理なんですけど、これね、ただの換気なんです。それね、くそ暑いんですけどね、ちょっともうね、マスク取ろうと思いますけどね。でね、今ね、でね、これね、やっぱしね、考えないといけないのがね、今ね、あの、もうこれ、乗った瞬間から、あ、非冷房車、もうめちゃくちゃ暑いんですよ、今、なもんでね、これはマスクを取らんとまずいと思ったんですけどね、ちょうどね、あの、向かい側とかね、ちょっと離れたとかね、もちろん 2メートル以上離れてるんですけど、そこでね、あの、お父さんとね、あの、親子連れでね、ちっちゃいお子さん、まだ小学校に入ってないんじゃないかなぐらいのね、お子さんは連れたね、親子でね、乗ってらしたんですけどね、まあ、ちゃんと頑張ってマスクをつけちゃってたんですよね。ね、お子さんもね、かなり暑そうで、まあ、正直言ってもう顔赤かったし、
もう汗ダックダックにね、かいてましたからね。なるほど。あの、しかも、あの、布マスクの分厚いやつだったんで、あれ、多分相当暑かったんじゃないかなと思うんですけどね、ちゃんと我慢してつけようねってね、なったところでね、こっちももう、はすさんは気にかんくなっちゃいましてね。いやいやいや、これね、私、今日ね、こんなね、一応通気性のあるね、なんか私写真撮られてるんですけど、通気性のあるマスクね、つけとるんでね、このマスクなんで、どうやらなんとかなってますけど、いや、布マスクで小さいお子さんで、これはね、やはりね、密じゃないし、これ変な話、窓全開になってるんでね、あの、換気もできてますからね、こういう感じの時には外した方が良かったんじゃないかなとは思いつつね、ただね、やっぱお父さんの方針ですからね、いやー、これはしかし暑いぞ。西川まで、これで行くのか？とりあえず、ちょっと。まあ、一人しかいないから、今うちにちょっと愚痴を。愚痴だけ愚痴って。せっかくやから、一番端っこ取りましょうか。ね、ここに、座れるということで、エアコンがないということで。いやー、暑いぞこれ。半端なく暑いじゃん。もう一度に対抗しなきゃいけないんですけど。で、今のうちにね、とにかくね、イベントがまずいんでね。やばいやばいやばい。でね、いろいろとやってたりするとね、やっぱね、イベントが進められないんですよね。次第4。よし。あ、違う、第2か、これ。画面を一応チェックね、してないとね、いかんことにはいかんっていうところがね、これね、もともとソシャゲとかをね、ながらプレイでやる人なんで、まあまあ、しんどいというのがありますね。そうなんですよね。うわこれ隣の車両行ったらあるのかな。でもこういうのって比例棒で行った方のが面白いんですよ多分。で多分ね比例棒車隣はもう一応で、ね、入ってるのかな。あ隣は入ってそうだな。うん隣の車両入ってそうだな。お待たせいたしました。西区の雪発車いたします。どうでしょうか。うん、あ向かいのお客さんはあれですね。息子さんはマスク外しちゃってますね。そうですよね。暑いもんね。いやいや、ちょっとこれ、すごいな。バッテリーがすっげー熱いわ。うわぁ。Thank you.
今有吉駅らしいですけど、桑名市だったかな、有吉駅は。ここもね、ちょっと変わった駅は駅なんですけどね、すぐ上に高架があってとか、行き違いがあるらしいんですけど、行き違いの仕方もね、このグイーンと曲がり方ね、独特でしょ。いや、これ、きついな。行き違いの間に、前の車両に乗り換えようかなと、こっそり。やっぱし、ちょっと、きついっす。西日がきつくて、めちゃくちゃ西日がモードに入ってきますんでね、クーラー付きの車両の方にこっそり移動しようと思います。こっちが駅舎になってますね。そっちに列車が来るはずないけど、2両目の場合かな。こんな感じ。全部地がね、独特。あれ、駅名表がねえや。この字でね、有吉って言いますからね、よくある、呼びじゃない、猿岩石の有吉さんとはね、だいぶ感じが違いますけど、こういう感じになるんですよってことですね。なるほど。しばらく発車いたします。これでしばらく乗る。さて、やってきました。三重県は桑名市の西桑名駅ってことでね、まあここがちょうど端っこの駅ってことで、あ、やばい、こっちじゃねえか。まあこんな感じでね、まあ逆に来てしまいましたね。こっちにはターミナルねえや。まあこんな感じで、まだ西桑名駅になってますけど、LED がちゃんと取れないかな。まあこんな感じで言われながら、やっぱ端っこのね、車両だけ、比例棒なんでね、これは、モサが乗りましたね。比例棒って書いてありますね。いやー、この夏にね、比例棒はね、やっぱ効きますね。で、ここがスタンプはどこに置いてあるんだろう。端っこ、あそこ、あっちか、端っこですね。ちょっと途中ね、いろいろとね、よさげなところもあるんでしょうけど、ちょっと結構お客さん乗ってましたね。それはいいことなんですね。なんですけどね、さあ、お、端っこまでは来ないようになってますけど、ちゃんとここがゼロ点なんですね。で、はい、ターミナぐらいまで行ったところで消えちゃいましたね。はい、ということで改めて電池を交換してターミナルということでね。さあ、これで無事ターミナルもね、取り切りました。いや、肝心のあそこで取れてませんけどね。なんでしょう、これ何が置いてあるんやろ。こっからなんか上に登れるようなのがある。何なんでしょうね、これ。駅員さん用なんかなんかな。で、上はちょっと待合室みたいになっとって、クーラーの、あ、空調ありますね。で、やっぱこれ結構小漁師でやってるんですね。置いてありますね、ちゃんとここにも。あ、で、1日乗り放題バスの出口はこっちになってますね。じゃあこっちから出ましょう。あ、すいません、いいですか。いいですか。あ、で、あ、スタンプここが、お、ありましたよ。これ最後のスタンプですからね。何やかんやって全部行きましたね。こんな風に置いてあります。スタンプ消毒なんだ。よいしょ。おー、焦った。で、シュッシュッしてくれるかな。よし。さあ、消毒もできましたんでね。そして、西川ね、半まくりですね。で、これを見せたらいいのかな。あ、すいません。これ、
スロープなんですけど、お願いできますか。はい、ありがとうございます。ちなみにこっちの方のやつはまた富田で言った方がいいんですかね。まだ富田にまだ戻りますんで。あ、わかりました、うん、はい、無事済みました。さあ、なんかこういうのがもらえるんですね。へえ。さっき全然知らんと来たから、なんかなもらい得な気がしますね。ってことで、まあ何回も、前にもね、紹介しに来ましたよね、ここは。西熊野駅ってことで、まあこういうね、日先案内が昔ながらな感じのね、やつになっておったりとか、面白い特徴があるところではあるんですけど、ね、自販機なんかもね、ちょっと独特ですよね。で、もうすぐ変わるんですよね、この駅前が。ロッテリアがありますけど、昔ながらな。駅前も今ゾーンとか再開発やってますからね、だいぶ変わってますけど、これがエミカのやつですね。参考バスのね、こういった IC カードもあるんですよね。ただエミカは全国共通のやつじゃないんで、参考バスにしか使えないというね、やつがあったりしますんでね。駅広場がだいぶできてましたね。8月の28日に工事が終わるんだ。だいぶできてますね。自由通路も出来上がってますね。ほんと綺麗になりますね。ガラリと変わるんでしょうね、この辺りの人の流れが。今もう帰る、上も繋がってないのか。繋がってないな。そう、昔はここからずっと伸びてて、そこの前までね来てたんですけど、西日がすごいで、もうここもね多分そう遠くないうちに取り壊しになっちゃうのかな、なくなっちゃうのかなっていうことなんですけど、こっち側がこういうふうに、おお、だいぶ出来上がってますね。おお、こっちが玄関口になるということでね、めっちゃ綺麗ですね。すごい立派になりますね。で、その裏でこの総営メイトさんが閉まっていくということになってね。で、まあいろいろと惜しまれる店がいっぱいあるんですけど、特にここで、ね、ドムドムバーガーがあったんですよね、実は。ね、最近まで生き残っておったんですけど、この前来た時はね、臨時休業でね、使えなかったんですけど、残念ながらもうその前はね、閉店してしまったということでね、結局、来るタイミングを逃してしまったということでね、非常に残念なんですけど、もう東海地方だとないのかな、トムドムは。ねえ、新しくできればいいんですけどね、残念ながら、どこかに移転するとかっていう話ではなくて、もう、完全に、なくなっちゃうということらしいです。はい。いや、残念ですね。まあ、でも、おかげであれですよね。今までバスターミナルとだいぶ実は距離があったんですけど、実は近くなるんですよね。そういう意味では、いろいろといいのかな。で、まあ、三岐鉄道もね、北西線もまあ近くなりますからね、乗り換えは便利になるんじゃないかな。うん。まあ、それでもなお、まだ、熊谷駅の東側にある西熊谷駅には、変わりがないわけですけどね。その詳細は別の西熊谷駅の説明のところでやってるんでね、それ見てもらったらいいんですけどね。ちゃんと一応言われがあるんですよね。まあ、とにかくハマグリ、まあね、桑名といえばね、ハマグリね、その手は桑名の焼きハマグリって有名ですからね。さあ、で、こんな風にまあいろいろと書いてありますけど、うん、桑名城のね、城壁と。こっちの方とかね、結構いろいろと観光名所もあったりするんですけど、今日はもう、このまま、ちょっとご飯だけ食べたいけどな。で、そう、7月31日で閉館になってしまいましたと。これ47年だったんですけどね。いやー、ほんと、残念ですね。で、こっちの方に変わるということで、まあ、特に商業施設が入ったビルではないんですけど、まあ、こっち側にいろいろと入ってきます。そこまで多くの入ってませんからね。この前ね、7番勝負の店とかって言ってね、入ってるところに来ましたけど、この辺りも、だいぶ、ぶった切られてますね。昔はこっちからずっと来たんですよね。
で、そのぶった切られた先のところに新しいものが建っているという、なんか素敵ですね。まあでも本当綺麗になりますね、これ。じゃあもうこっちの通路とか使うことももうないのかな。ガタが来てるんですね。無理だし、とにかく入れないようにしてますけど。ね、もうすぐ廃止になるから、今更改装することもないです。まあ、こっちが駅舎になるんですよね。あ、あれか。自由通路で上に改札とかこうガーッとできるような感じになるのかな。あの、生駒駅みたいな感じになるのかな。まあ、生駒駅は一社しかないですけど。ああ、ね、この前もね、まだ通ったところやけど。こんな感じでね、前回の金融でね、喫煙可能飲食店舗でドムドムだったんですよ。ドムドムね、タバコ吸えたんですよ。ね、もう昭和のね、匂いがするとかして、もう、ね、取り返しないか分かりませんから、こんな感じでね、もうちょっと廃墟になっちゃってますけどね、完全に。まあもう、お前来た時にもね、だいぶもうそういう感じではありますけど。だから、そうだ、瑞宝が、瑞宝のしぐれ屋さんが、これはどっかにあるかな、咲かせば。シークレジャーやったんですけどね。まあ最後の方はだいぶ閉まってましたけど。最後までドムドムさん頑張ったって。新美徳さんはこの辺り作るのかな。まあ四日市に人間なんでね、四日市の方で食べれるんですけど。どうなんでしょうね。桑名はここしかなかったんやから。ここでなくなると、ここの新美徳がなくなるとね。また、全然ね、ところがありますけどね。甘栗ですね。さあ、なんて言いながら桑名駅まで戻ってきました。ベルマドで買おう。飲み物は必須です。で、ここからですよ。さあ、富田までどうやって帰るかというと、 JR だとね、200円で帰れるんですよね。近鉄だといくら、近鉄だと富田まで、260円、富田まで260円ってなってますね。あら、だいぶと値段が60円も違うじゃないですか。これはね、やはりね、ドケチのね、山田さんはね、ケチるわけでございます。ということで、こう帰りを JR で帰ります。 JR で富田まで行って、で JR の富田からあっちまで行こうという本館でございますね。でこれね、まだちょっとこの駅から乗り換えが変則なんでね、そのあたりもちょっと説明をしながらやっていこうと思います。全員ね、まあまあ頑張って走らせてるんですよ。単線にして頑張って走らせてるんですけど、ね、頑張りすぎちゃったんですよね。こんな感じでね、なってます。この時間帯はちょっと、ちょっと落ちますから、これも指だとそうでもないな。さあ、ベルマートで飲もうかとか。さあ、四日市まで戻ってきました。富田駅ってことでね。この駅はこの駅でね、面白い駅なんですよ。これわかりますかね。今ね、2面3線かな、なってる駅なんですけど、まあ非常に広いです。広いですね。ちょうど乗務員さんがいましたけど、こっちになんか見覚えのある車両がありますよね。おお、向こう向こうで入れ違ってますし、ここがあの減速するところなんですよね。ですから非常に面白いでしょ。面白い絵が撮れるんですよね、ここ。鉄道が下に敷いてあって、その上を近鉄とかガーッと走ってきますんでね。で、こんな感じ。あ、向こうにも駅舎あるんや。知らんかった。こっちの駅舎しか知りませんでしたからね。今日はこっちから降りた方が多分近いな。で、ただ、なんかすごい、すごい、縁も言われぬボロボロのね、
このホームがあるじゃないですか。何じゃこれあってね。一応ゼロキロポストがあるでしょ。これが三岐鉄道の JR 富田駅なんですよ。今でも一応ちょっと名残は残ってますね。ここ見ると確かに一応富田ってなっておって、隣見るとね、朝日駅じゃなくて大谷駅ってなってますよね。富田三丁目ってなってますけど。ということで、実は昔はここに旅客営業所が来とったんですよね。ここに来てたんですよね。で、この先ずーっと行くと、先の方にね、連絡通線があって、それで最初に乗ってきたね、三岐鉄道の、本線の方にずーっと三岐線の方に入っていくっていう構造なんですよね。面白いですよ。ちょっと動くのかな？今、調整してるな。空気分調節してるけど、動くんだったらちょうど撮りたいけど。相当、こいつ自身も相当古いはずなんですけど。この留置はあれですよね。確か、トップをやったりするのでも有名なんですよね。今でもトップをやるっていうところなかなかなくて。突き放すとか言って突砲ですけどね。うん。そのままなんです。本当に、箇所を突き放すんですよね。そういうね、やつがあって、まあ多分ね、YouTube とかで突砲って調べていっぱい出てくるし、多分富田駅もね、動画撮っておられる方がおるみたいでね、ありますんでね、それ見てもらったと思いますけど。ですから、こっちの奥の方は、そうですね、補正員の方も、三岐鉄道の方になってますよね。そう。で、三岐鉄道の本社ってそこなんですよね。その先にあるのが三岐鉄道の本社なんで、実はこの、で、そこがイオンモールね、北じゃ。未だに我々は、北のジャスコで北じゃって呼んでますけどね。もしくは富じゃって言ったら通じますよね。未だにね、イオンっていう呼び方になれないですよね、四日市市民は。やっぱりジャスコから嫌なんですよね。仕方ないです、これはもう。やはり四日市市民はもうこの呼び名で親しんじゃってますからね。未だに帯じゃ北じゃね、海洋ですからね。仕方ないんです。四日市市民あるあるです。ここが三岐鉄道のあれなんですね。まあ、我々は入ることができないようになってますけど。にしても、この、京都くん、レトロですよね。反対側電車来るのか。こんな感じですんで、結構構造は立派なんですよね。富田駅。古い駅なんで、今はね、もう来ても4畳とかまでしか来ませんけど、非常に法務庁は長い。放送になってますよっていうのがね、昔ながらの駅らしいですよね。で、これ渡っていくと、上に登ってみようかな。さすがに人来ないでしょ。よいしょ。こっちに、まあ一人でも大丈夫だと思います。で、そうですね、西口と東口ってあるんですね。今日は多分西口から降りるんで、ちょっと東口の方をちらりと見ようかなと思うと、面白いですね。結構広いですよね。で、ここに今は使われていない幻の建物っていうのかな。すごい。幻のホームへ続くやつもありますね。あ、貨物だ。貨物が入ってくるんだ。ちょうど貨物が入ってきましたね。これは石油かな？あ、じゃない。これあれだ、東藤原に持ってくやつだ。お、じゃあいいもん見れるんじゃないかな、これ。おお。
こんな感じでホーム自体は今でも使ってるんですね。まあ乗客営業はしてませんけどっていう。ここまで運んできて、今切り離しをやってるわけでしょうね。面白いなぁ。結構今日はタイミングよくいろいろ取れますね。こっちだ。あ、切り離しましたね。そのまんま。うわ、すごい風が出てきた。上は普通電車の近鉄が走ってって、横では貨物が来ましをして、下では JR の確定かながやってくると。いや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 、いい絵じゃないですか。亀山行きの普通電車ですね。で、行ってるそばで向こうは転鉄をして隣の車線に入って行き、隣というかもう一つ先の方まで入ってくるのかな、入ってってますね。で、こいつを動かすんだ。おお、一旦あっちに引き込むんですね。おお、ここで止まった、転鉄の確認か。で、すごい。で、こっちに入ったら、これ転鉄始動か。あ、ガチャンとやりますね。ガチャンとやりましたね。すごい。始動転鉄してて、反対側に。2両バックでやるんだ。すごいですね。近鉄の最新鋭の特急が走ってる下で、昭和初期、え？昭和、これいつの時代の機関車なんでしょうね。が現役で来ましやってますよ。すごいな。おお。でやってきて2両編成がつないでくんだ。へえ。ニューガーリーみたいに比べるとでかいですね。だいぶ規模。ブレーキ弁が通りましたね。ブレーキ効きません、ちょっとかしてますね。こんな時間にやってるんですね。知らんかった。
結構あれなんですね、もっと早いんやと思ってましたけどね、私時間。え、なに？せやでもう出てくるの？さすがにすぐには出てかないですよね。へぇー。あ、いいもん見れた。いい音だ。ED5082。レトロですもんね。隣が ED5081 とかですよ。充電運転ですよね、機関車なんで。奥は三輪のバスのこのね、バスヤードになっておいて、いっぱいバスが止まってますよ。あ、オレンジバスも止まってますよ。すごい。あ、ちゃんとブレーキが効くかどうかこうずっと確認するわけですね。信号は赤やから、まあ、すぐには出てかないんでしょうね。腕をふーって伸ばしたの、ラジオ体操なんかなと思ったら、多分あれでしょうね、ちゃんと、弁が通っとるよ、問題ないですよっていう合図なんでしょうね。1秒ごとぐらいでやってますもんね、ちょうど。うん。こんな近鉄の片隅では、近鉄のね、ガンガン走ってる、片隅だ、三岐鉄道も走っていく。ね。片隅ではこんなことが行われてるんですね。これが三岐の富田駅っていうことなんですね。一応三岐の方の、三岐の JR の富田駅もね、これを抑えれたんじゃないかな、いいの抑えれたんじゃないかな、うん。でも多分あの機関車はきっと非電化なんでしょうね。あ、非電化じゃない、非冷房なんでしょうね。暑そうですね、窓全開でしたもんね。ですよね。まあ結構簡易的なやつですけど、置いてあるんで、こいつをピッとしてれば通れましたよと。いや、昔は有人機だったんでしょうけどね。こいつをピッとしてれば通れましたよと。いや、昔は有人機だったんでしょうけどね。こんな感じ。結構本数は、おとなしめ。これもすごいですね。止まるやつで4回中しかないですね。そう、あの快速が通過するからかね。そう、これ遠近分離ですよね。ここにちょうどねギリギリ狭間になってるんで、そういう意味でもなかなか微妙な使い勝手の駅ではあるというのが富田駅ということですね。ポストはこいつ何号でしたっけ。こいつ8号でしたっけ。4号か。4号かな。うん。口が大きいですけどね、こいつは。セブンティーンアイスが置いてあるし。結構、自販機はいっぱいありますね。さあ。で、近鉄の方に行かないといけませんから、これね、JR 東海富田駅とかでね。で、近鉄の駅までさ、歩いていきましょうということですね。ちなみにこっちは、最大600円ってことは、まあちょっと安いかな。そこ安そうやな。前払い制やから。車両を止めてから、500円。あ、でも500円か。そこまでベランボに安くはなかったな。近鉄の駅までね、行くにはどうしたらいいかって言ったらね。あ、ちなみに町屋はすぐ行けますよ。ここね、出たらすぐに行けます。あっちの東口の方から出たらねすぐですよ。でこっちから行った方がええんかな。向こうから抜けれるっけな。こっからずーっと歩いて行ったらちょうどあの駐車場の方の近くの方に出るんかな、こいつやと。もうちょっとこっちの方にずっと抜けていかないといけません。 JR 駅あるんですね。コインパーキングはあっちにもあるんですね。近鉄の電車の音しますね。いやな。この辺りが富田三丁目と。やっぱ商店街らしい商店街もやっぱし向こうなんですね。近鉄の方にやっぱしあるんですね。この辺りはやっぱし近鉄の強いのかな。
本物ギャラリーとかあるんですね。へえ。知らんかった。富田ふれあいマップ。富田だけで作った。あ、これは英語か。富田だけで作っちゃったんですね。まあ今日半分富田特集みたいなもんですからね。まあ、どうでしょう皆さん。四日市の人でもね、富田って言って来るって言ったらね、多分あっちになるんじゃないかな。ね、イオンモールとかあっちの方は富田としてね、有名ですけど、なかなかこっちの方まで来ることはないのかもしれません。富田飯店、四日市飯店の支店かなんなのかな。四日市のね、商店街の近所の方ですけどね、四日市飯店ってありますけど、まあ、たまたまなのか。ふれあいマップなんてあるんですね。富田、何せ富田飯店があったやろ、なんか不動産やから。どっかでもう一つ、さっきの商店街になった通りの方に曲がってかなかな。どこから入れるかな。こっちかな。一方通行だ。こんなとこにもパーキングあったんや。知らんかったこれは。まあ、このとこ普段走りませんから一方通行ですね。でっかく左折禁止って書いてますね。そうですよね、分かりませんもんねこれ。ふっと右に左に出たくなりますよね。値段安いのかなここ。あ、もう近鉄列車がこの位置に見えるってことはだいぶ近く今日のが800円。結構いい値段取るな。いい値段取るなと思ったけど、そっか、ここもう、あ、もうこれ富田の駅前だ。めちゃくちゃ違う。なるほど、駅前なんだ。取れないんだよ、行ってくれ。大人の事情で今駅側が映ってませんけど、よいしょ。多分地元の方じゃないんだろうな、ナンバーも通過ナンバーでしたからね。そこまでは言っていいでしょう。でここはガラス屋さん、何で、あ、美容室か。あ、あ、富田さん、あ、ここ12時間400円って、あ、こんなとこにこんな安いところあったんや。安っ。12時間400円。どうせ12時間ぐらいですもんね、使うの。あ、覚えとこ。めっちゃいいやん。12時間400円やったらいいですね。なんて話をしとったらさ、JR まで戻ってきましたけど、そっちは。閉まっとる間に行きましょうか。新しくもらって。お、せっかく、あれやから。買ってみるこれ。せっかくね、踏切埋まってますからね。嘘、試しに行ってみますか。何がある。こんなことになってんだ。一応地下通路があったら渡るってのがね、うちのチャンネルの使命ですけど、わ、もう全く誰も使うこと想定してない。大丈夫、うわ、これちょっと夜に来たら怖いな。そして絶対これを使うよりもそのまま踏切待っとった方がいい。絶対早い。うわー、誰得だこれ。なんでこんな、わざわざこんな連絡階段作ったんだろう。いや、これは意味がわからん。うん、本当に何のためなんだこれ。絶対待って歩いてきた方がいい。ということで戻ってきました、近鉄富田駅ね。さあ、こんなもんですね。じゃ最後に引き返すだけさせてもらいましょうか。あ、それ富田のターミナル取ってないんだな結局。あ、
ありがとうございます。はい。よし。さあ、こっちは、雲波803型なんですね。いや、もらいましたよ。ということでね、とりあえずこれもコンプリートしましたし、おぉ、いい感じで来ましたね。一応最後に、まあ別にあのフリーパス持ってるんで、場内入れるんですけどね、合法的に。なんかさすがに、それだけのためにあの、なんか駅員さんの手間を取らせてしまうのはなんか忍びないので、こっちの端っこから取りましょうかね。でこんな塗装のやつも走ってるんですね。しょここの先に、ちょうど普通列車が入ってきましたけど、普通名古屋行くか、ね、あれこっちから抜けれるんや。へ、歩きとか自転車やったらこっちからずっと抜けれるんですね。知らんかった。まあせっかくなんで間近で撮りましょうよ、ね、いや三岐鉄道ね、すっかり撮り損ね撮った最後のターミナルをね。五十鈴川行きの急行が通っていきそうですが、では五十鈴川行きの急行をね、背後に眺めながら、ね、四日市高校の片隅に端っこで、バカなことやってます。一番、ね、県内で一番頭のいい学校の隣で、何バカはこんなバカなことやってんだって、言われそうですけど、あれ思ったよりすごい来なかったな。するりするりと走っていきまして、スリスリと走っていきまして、その先があります、ターミナルってことでね。いやーターミナルできました。いやー今日もいいターミナルができた。なんだ今日もいいターミナルってよくわかんねえけどね。じゃあ近鉄の急行見送ったら、あもう一台来るな。なんだ火の鳥でも来たらラッキーだな。どうかな、ターミナル越しにね火の鳥とかでも来てくれたらすっげえいいんですけどね。そんなうまいこと来ないですよね。何かな、あ、でも通過列車だ。お、ってことは急行以上、急行より上だから特急は確定ですよ。おや来るかな。普通ダイヤを知ってる人ならこんなこといちいち言わないですからね。こんなんでドキドキしませんけどね。何かな、これで火の鳥が今日私持ってますけどね。アーバンだった。ここもあんま原則で取ってくるんで取りやすくていいですね。まあでもアーバン取れてもいいですよね。よし、あーなったった。これ火の鳥や。え、これ火の鳥ですかね。え。やった、カメラ持っとってよかった。あ、いや、あ、ほんとだ。これ運転席前にあるよね、真ん中に。そうなんですよね。で、上がこう見えるようになってるんですよね、見晴らしがいいって。うわー、うん、おー、ほんとだ、火の鳥来た。行きましょう。おありがとうございます。今日持ってるな。いやちゃんと最後の最後に火の鳥止めましたね。